用意スタート。セレクトボタン壊れてる RTA、始まるよ。早速スタートです。主人公はミカエル。名前は入力のしやすさを考慮して、ホモでいいでしょう。宿星は都市星、得意武器は剣を選択します。名前を4文字から2文字に減らしたことで、呼ばれるたびに2フレームの短縮になります。オープニングの間に、この RTA のルールについて説明します。1、セレクトボタンを押してはいけない。2、メモリ破壊系バグを起こしてはいけない。以上。それ以外は何でもありです。ん？今何でもするって言ったよ。セレクトボタンが使えないことによる弊害は、装備を変更できない。技を封印したり、セットしたりできない。移動中の回復アイテムが使えない。陣形の変更や、キャラの並び替えができない。技能レベルを確認できない。セーブできない。といったところです。また、セーブができないため、セーブ&ロードを前提とした、状況再現も使えません。次、主人公の選定について。まず、普通に RTA する場合の最有力候補であるカタリナは、今回のルールではクズです。なぜなら、オープニングで装備をすべて剥がれるからです。ただでさえきついのに、終始全裸のやつを使えるわけないだろ、いい加減にしろ、というわけで結果です。やり逃げダイナミック、のコメントだけ打ちに来た方はお帰りください。モニカはオープニングで時間を取られる割にメリットも特にないため結果。サラはラスボスがサラコマンダーになり戦いにくいため結果。ハリードとトーマスは優秀ですが、こいつらは仲間として使いたいので結果。ユリアンは空気すぎるので結果。というわけで、主人公候補はエレンかミカエルとなります。エレンを選んだ場合のメリットは、分身技をひらめける手斧をデフォで装備しているため、得意武器の選択に幅が出る。オープニングでレオニード城がマップに出るため、ポイゾンギアン道場を利用できる。素早い、といったところです。この RTA では、いわゆる分身技チャートを使うため、分身技をひらめける武器は必須であり、敵に先制するための素早さも重要になります。実際、この RTA の先駆者である砂嵐兄貴は、エレンを主人公にしていました。が、僕は違います。ミカエルを主人公にした場合のメリットは、精霊石を装備しているため、アイテムカウンターを利用できる。エストックによるスネークショットを最初から使える。生命の杖を装備しているため、いざという時シャッタースタックで全員を回復できる。ロードアーマーを装備しているため硬い。倉庫の中身が最初から充実している。といったところです。やっぱりミカエルがナンバーワン、はっきりわかんだね。あ、ここのゴブリン軍団とのマスコンは、縦列陣形の初手突撃で勝てます。行くぞ！かーん。で、逆にミカエルを主人公にした場合のデメリットですが、ポイゾンギアン道場を利用するには、トーナメントで優勝しなければならない。ロードアーマーが重いので素早さが下がる。といったところです。道場については、代わりに別の先生を用意したので問題ないです。素早さの低下は少し辛いですが、そこは祈りでカバーします。宿星を都市星にしたのは、少しでも素早さを上げるためです。また、ミカエルは分身技をひらめける武器が初期装備にないため、武器選択が限定されており、剣、弓、斧の、3つのうちどれかから選ばなければいけません。今回は素早さの低下がなく、使い勝手の良い剣を選択しました。都市星、剣でミカエルの表記上の素早さは21になりますが、実際は重量により、18と同等です。先生要員には使えそうにないですね。ま、なんとかなるでしょ。あ、倒しましたね。ゴブリン軍団はクソザコナメクジなので、まず負けることはないでしょう。問題は次だよ次。で、主人公については、少々デメリットはあるけれど、メリットの方が勝るということで、今回はミカエルを選んだ次第です。丸。マスコン2回戦も、縦列陣形で OK です。まずはそのまま前進して、相手に突っ込みます。頑張れ、頑張れ。しばらくすると、敵は前2列交代を使ってくるので、その直後に全軍突撃をします。これでこのまま敵の大将を押し出してしまえば、こちらの勝ち。大将を倒す前に押し返されてしまったら、こちらの負け、という運ゲーです。勝率は7割程度といったところでしょうか。死ぬ時は死にますが、まだゲーム開始直後なので精神的には楽です。押せ。押せ。
congratulations. これにて勝利確定です。ちなみに、後から知ったのですが、ここは全軍突撃の後に前進攻撃を選択すれば、ほぼ 100% 勝てるそうです。なんだそれは。たまげたなぁ。じゃけん、ちゃんとチャートに書き加えておきましょうねー。マスコンを2回勝利したら、あとは翼ザニールワルオニを倒して、オープニング終了です。ここの犬はかわしづらいですが、オーズレンダーを駆使して、頑張って避けます。ここでカタリナが加入。仲間のカタリナは全裸ではないので、心強いです。寄り道しないで、そのまま翼ザの前。ワルオニは、1ターン目に確定でぶちかましを使ってくるので、1ターン目は全員防御します。2ターン目からは、コモはスネークショット、ハリードはデミルーン、カタリナはボッチからのムーランルージュで、攻撃あるのみです。回復など不要ら。たとえ味方が死んでも、気にせず殴り続けましょう。なお、この戦闘では、絶対にコモに剣を使わせてはいけません。また、ハリードにデミルーン以外の剣技を使わせるのも、ダメです。これを破ると、最悪後で詰みます。ダメ、絶対。ちなみに、このルールで RTA を走ったことがあるのは、私の知る限り、砂嵐や兄貴のみであり、現行記録は、その時の、9時間28分だと思われます。今回の計測区間は、先駆者である砂嵐や兄貴と同様、電源投入からエンディング終了までとしております。なお、今回のチャート作成にあたっては、砂嵐や兄貴のレポートを大いに参考にさせていただきました。この場をお借りしてお礼申し上げます。ワルオニ君はホモの恐ろしさを身をもって知ったようです。中山筋肉君と同じですね。これでようやくオープニング終了です。やはりカタリナと比べると、長いですね。果たして奪われたのは、マスカレードだけなんでしょうかねー。すいません、君の下ですけど、まだ時間かかりそうですかね。ようやく行動可能になりました。まずは2階の自室に行って、あれをやります。ホモはこれをやらないと、街の外に出ることができません。鍵を用意したら、早速街の外へ。と行きたいところですが、ホモは近隣の街の場所も知らない領主のクズなので、まずはパッ。女来いよ。これでメルスがマップに出ました。メルスからピドナへ、ピドナからヤーマスへと、船を乗り継いでいきます。船旅は時間がかかるので加速。なお、ピドナからヤーマスへは、運賃として300円かかります。オープニング終了時のホモの手持ちは、2104円なので、これで1804円になります。ヤーマスに着いたら、第2倉庫へ。おなじみ、ロビンイベントです。ここの選択肢は、私が見てるぞ、を選ぶと、最後に無駄なセリフが出るためロスします。
見て見ぬふり、お選べばセリフは表示されませんが、B ボタンで選択肢をキャンセルした場合も同様なので、多分これが一番早いと思います。お次は、ここの選択肢も、先ほどと同じです。これ、天井に張り付いて、ずっと待機してたんですかね？多分変態だと思うんですけど。最後はこの店に入ってから外に出ると、イベントが始まります。さて、当然のようにロビンイベントを進めていますが、実はこのイベント、クリアに必須なイベントではありません。また、このイベントをこなすことで仲間にできるようになる細ロビンと太ロビンは、両方とも分身技を使える武器を装備していないので、分身技チャートを使う場合、最後まで連れていくことはできません。それにもかかわらず、なぜ貴重なタイムを犠牲にしてまで、このイベントを進めているのかというと、序盤の必須イベントと道場をこなすために、ある程度術ポイントの高いキャラが必要だからです。そういうのが入っちゃった。こんなぶっといの入れちゃってさ、恥ずかしくないのかよ。で、初期術ポイント持ちの細いのを仲間にするために、この茶番に付き合っているわけです。なお、序盤から仲間にできる術ポイント持ちのキャラは他にもいますが、今のパーティーでは、彼らを仲間にするために倒さなければいけない敵を安全に倒せません。そのため、まずは簡単に仲間にできるロビンを入れて、パーティーを強化してから、序盤のイベントをこなしていこうというわけです。正体現したね。ここの敵は音もレベル1なので、この段階では、クソザコアーバットか、月魚しか出ません。ミカエルはスネークショット、細いのはライトニングピアスで、ワンターン撃破できるでしょう。なお、終盤の音もレベルが上がりきった状態でここに来ると、アスラ先生が出てきて大変なことになります。気をつけましょう。敵が複数出てきた場合、真ん中が HP2 倍になっているので、まずはスクリュードライバーで真ん中の HP を削ります。スネークショットは縦一列攻撃なので、こちらもワンターン撃破可能です。楽勝でしたね。さて、ここから運ゲー。細いのを仲間にしたいので、一発で細いのが来てくれることを祈ります。頼むよ。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。太いのが入って壊れちゃう RTA 第2部始まるよ。助けてくれー。気を取り直してもう一度。嬉しい。細いのを加えます。ここは X ボタンで待ち得られます。前回使い忘れていたような気がしますが、誤差だよ誤差。あ、これ。この老婆から、ランスの場所を聞けます。そのままランスへ。あんなに話しかけて、アビスゲートのことを聞きます。これはいろんなイベントのフラグになっているため必須です。ロマサガさんの主人公たちは、この話を聞いただけで、各地のアビスゲートを閉じるという、命がけの旅に出ていくのです。理由はただ一つ。そうしないとゲームが進まないから。地下に倉庫があるので、ついでにアイテムを回収しておきます。ロマサガさんの倉庫は、こことロアーヌ城内とピドナのパブの地下にありますが、どういうわけか、これらの倉庫は全て繋がっているらしく、どこからでも出し入れができます。倉庫の中身が最初から充実しているのは、ミカエルのメリットです。とりあえず、金になりそうなものを、片っ端から引き出しておきましょう。今引き出したアイテムを全部売ると、1万円以上になります。序盤は、船代や術の購入で金がいるようになるので、とにかく、です。
先ほど引き出した白銀の剣を早速2000円で売却しました。ここでエレンを仲間にします。分身技を使えるテオノを装備していますが、最終メンバーではなく序盤をより安全に進めるためのお助けキャラとして仲間にしています。素早さがそれなりに高いのもいい感じですし、弾よけとしても使えます。メルスの術屋でホモとエレンにナック、ロビンにトルネードを購入します。次はピドナから船でヴァンガードへ行きます。ヴァンガードに着いたら、モーゼスと小さな村の場所を聞いて、マップに出しておきます。お次は北モーゼスへ。北モーゼスに着いたら、まずは宿屋に直行。宿泊代は一人1円。術を初めて習得したホモとエレンは、術ポイントがゼロになっているため、ここで回復しておきます。あと、必要ないとは思いますが、この後のブロンズマギ戦に備えて、下 A で、陣形技自爆をセットしておきます。大抵はロビンの先制トルネードで終わってしまうため、役に立つことは稀ですが、念のためです。ブロンズマギ戦は、ホモとエレンが防御、ロビンがトルネードで OK です。残念ながら陣形技自爆を拝めるのは稀拝めました。こんなところで運使わなくていいから、陣形技自爆とは、使いキャラがいない状態で、直前の選択肢を下を押しながら決定すると、今のように、敵の陣形技が自爆するようになる、という技です。本当は右枠を使って、動画付きで紹介しようと思っていたのですが、編集の手間が省けましたね。ラッキー。うんこ提案おばさんの提案を受けて、前金で2000円もらいます。ここの術屋で、ロビンにデイブレイクを購入します。お次は南モーゼスへ。そのままボルカの兄貴の館に、勝ち込みをかけます。お前ら白人ぐらいしてらんかい。クリプトマギ戦は、ホモとエレンがナップ、ロビンがデイブレイクを選択します。ナップで眠らせた敵は、デイブレイクが 100% 効きます。敵の行動封じにもなるので、先制して決められるといい感じです。一体残りましたね。クリプトマギの攻撃は、単体攻撃の砂だけなので、3人いれば、1ターンは確実に耐えられます。この戦闘は退却が可能なので、1ターン目終了時点で分が悪ければ、出直しても OK です。今回は敵が寝ており勝利確定なので、もちろん攻め。ボルカの兄貴の依頼は、もちろん断ります。こいついつも断られてんな。ホモとエレンは術ポイントの都合上、ナップを1回しか使えないため、一度戻って回復します。まだロビンの術ポイントが残っているため、一か八かそのままボルカの兄貴に挑むことも可能ですが、一門の教えに従い、ここは安定を取ります。チルドレンの鏡。プラス11億、4514万、1919点。体勢を整えたら、再びボルカの兄貴の館に、勝ち込みをかけます。ボルカの兄貴の元にたどり着くまでの間、ロビンの優位性についてお話しします。ロビンは、序盤に仲間にできる高術ポイント持ちのキャラの中では、素早さが飛び抜けて高いです。これは、敵を殲滅する役目を担うキャラにとっては、非常に重要な要素です。この素早さは、この後通うことになる道場でも、遺憾なく力を発揮してくれます。また、初期術が双流というのもポイントが高いです。トルネードを購入することで、お手軽に効果力の全体攻撃を得られるからです。また、中盤の東方攻略では、高術ポイント持ちのキャラが多いほど安定します。まさに、序盤、中盤、隙がないキャラだと言えるでしょう。そのため、少し時間がかかっても、仲間にしておいて損はないはずです。以上。
ボルカの兄貴は、耐性がバガバのボスのクズなので、クリプトマギ同様、ナップ&デイブレでオッケーです。終わり決定で以上それから。ここは、一度引き返してから戻ってくると、奥の扉が開いてショートカットできます。ボルカの兄貴を倒したことを報告しに、うんこの館に戻ります。成功報酬として、5000円ゲット。ついでにうんこを仲間にします。お前の術が欲しかったんだよ。なお、湖水のローブと魔女の瞳は、大した金にならないので無視します。早速うんこにも、デイブレイクを覚えさせます。お次はヴァンガードへ。下の口から入ります。ランスでアビスゲートの話を聞いていると、マップからヴァンガードへ訪れた時に、イベントが発生します。よし、のんけは死んだな。早速宿屋に泊まって、誘い受けします。もう待ちきれないよ。早く出してくれ。ここは、メニュー画面で二人目のキャラが、トイレ役になります。主人公一人だった場合、トイレの下りが省略されるため短縮になりますが、この縛りでそんなことをしたら死ぬでしょう。そういう勇気は、ピップの言う。ホルネウス兵は、ホモとエレンが防御、ロビンがトルネード、ウンコがサンダークラップでオッケーです。ここもヤーマスの先生方同様、中央のホルネウス兵だけが HP2 倍になっています。まずはロビンのトルネードで、先んじて前に対応撃破。さらにうんこの追撃でとどめは。ふん、雑魚か。最後にうんこがポイポイ投げるやつで、後ろのホルネウス兵を倒します。強い。宿泊したことになるので、術ポイントなどは、ここで全回復します。早速責任者のところへ行き、ホルネウス兵に襲われたと、難癖をつけに行きましょう。あ、これ。危うく殺されるところだった。謝罪と賠償を要求する。もう許さねえか。5000円、ポンとくれたぜ。もう許せよ、おい。最後は金目ですよ。なぜか、ヴァンガードの中の中に入る入り口を、探す羽目になりました。うん、他の人。お、開いてんじゃん。というわけで中へ。昆虫系シンボルを避けながら、奥へ向かいます。ここは道が狭くてすり抜けられないので、雲を手前までおびき寄せなければいけません。わら、クロアチーは。今だ。クソが。逃げ。この野郎。まあ、取らせやがって。ロスしてしまいましたが、前のフロアでインカウントすると、なぜかこのフロアの雲が消えます。プラマイゼロ、プラマイゼロ。先にこのスイッチを押してから、ボスと戦います。
チアレイモ、ホモ、エレン、オーヨ、ロビントルネード、ウンコサンクラでオッケーです。大抵、ロビンの先生トルネードで一掃できます。ちなみに、二人陣形以上のフリーファイトには、全員に素早さ上昇補正がかかるため、通常より、敵に先制しやすくなっています。なお、この戦闘も退却可能なので、万が一敵の先制攻撃で、ロビンとウンコの両方がやられてしまった場合は、退却して仕切り直すと良いでしょう。コントロールルームの先っぽに立つと、クリアフラグが立ちます。これでよし。じゃ帰りましょ。帰りは敵シンボルが全て消えているため、楽ちんちんちんです。道中にいくつか宝箱が落ちていますが、どれも大した金にならないので、無視します。外に出たら、キャプテンにいる画像がなくなっていたことを報告します。これをしておかないと、後でハーマンを仲間にすることができません。パブのマスターに、イルカのことを3回尋ねます。どうやら金欲しさに、イルカ像を盗んで、ドフォーレ紹介に売ってしまったようです。早速ヤーマスへイルカ像を買い戻しに、ではなく、ピドナへ向かいます。イルカなんて後でいいんだよ。ピドナでは、トーマスを仲間にするための、ゴンさん救出イベントと、指輪をもらうための魔王伝マラソンを、並行してこなします。大事なことなので、2回聞きました。だからいつもメッセージ送りするときは A ボタンじゃなくて、次に押すボタンか、選択肢に影響を及ぼさないボタンで連打しろって、言ってるだるるを。トーマスをストーキングしていくと、スラム街の左下の家に入れるようになります。お邪魔するわよ。さて、このイベントをこなすことで仲間にできるようになるトーマスですが、初期装備で弓を装備しているため、分身技要員として使うことができます。が、今回のチャートでは、彼は最後まで連れていく真の仲間ではありません。彼には分身技要員ではなく、別の要員として、後々役に立ってもらいます。魔王殿に迷い込んでしまったゴンを救出するため、ホモ一行は魔王殿に乗り込みます。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。世界を救う動機がよくわからないゲームの RTA、第3部、始まるよ。今回は、ゴンさん救出と、指輪フラグを立てるために、魔王殿マラソンに挑むところからです。行くぞ！まずは獣人系の動きに注意しつつ、左の階段を降ります。階段を降りた先にも、獣人系がいます。ここは個人的に苦手なところですが、坊主連打を駆使して頑張って避けていきます。今回は帰り道にショートカットを使うので、ゴンさんは1、2回収しておきます。ここも回避が難しいフロアです。ここの精霊系は、階段の上で道を塞いでいることが多いので、邪魔な場合は倒してしまいます。敵がかまいたち一体なら、ロビンのライトニングピアスで、覚醒先制撃破できます。なお、間違っても剣、斧、槍、弓を使って攻撃してはいけません。これを破ると、最悪後で積んでしまいます。無事、ゴンさんを救出。これを忘れると、魔王殿から出られなくなり、オーロスになるので注意。次は魔王殿の奥まで行き、指輪フラグを立てます。ここの分岐は左の方が最速ですが、上の方が敵避けが簡単なので、上から行きます。ここも道が狭いので、ボーズレンダーを駆使して、慎重に回避していきます。ちなみに、ボーズレンダーを使って敵避けをする場合は、このように、右手の人差し指の側面で、Y ボタンを常に押しつつ、親指でスタートボタンを押すようにすると、やりやすいです。
ここは通路に敵がいないので、楽ちんちんちんです。ここは敵がたくさんうろついていますが、動きが遅いので、落ち着いて進めば問題ありません。次は、魔王伝マラソンの難所。ですが、以前の RTA で散々練習したところでもあるので、動きは理解しています。まずはこの柱の左下に立って、骸骨を左に誘導、したら右サイドを直進。次はここの骸骨を右におびき寄せ。回避、柱の右側を通って奥へ。悪魔系2体は、ボスで動き出しの方向を見極め、かわしやすい方から回避。奥の扉に触れたら折り返し。帰りは敵の位置がほぼランダムなので、ボスレンダーを駆使して気合で避けます。玉座付近で密集されると厳しいですが、今回はすんなり抜けられました。さて、この RTA ですが、ウプ主は、複数のリセット条件を、自分ルールとして、走っております。1、魔王伝マラソン中に、2回以上無駄演化する。まあまあ、ええわ。自分ルールに縛られているようではいけない。帰りはヘビ女を倒して、ショートカットを使います。ヘビ女戦は、ホモとロビンとエレンがナップ、ウンコがサンクラを選択します。ウンコは出が遅いので、素早い3人でヘビ女の足止めをする作戦です。このクラップなら、デイブレイクに頼ることなく、敵全員を確実に撃破できます。これで今後は、行きも帰りもショートカットを使えるようになります。ここの獣人も回避が難しいです。あとは出るだけです。出ますよ。これにて、魔王伝マラソン、完走です。タイムは、4分15秒。36、ですな。救出したゴンさんと、控えにいたシャールは、ここでお別れです。なお、出番はもう、ないです。魔王伝を出たら、ビドナのパブへ直行します。パブの術屋で、共にベルセルク、ロビンにタッチゴールドを購入します。別系統の術を覚えたので、二人とも術レベルが1になります。術を覚えたら、次はエレン、ウンコ、トーマスを解雇します。これで、ホモとロビンの二人っきりのパーティーになります。二人になったら、ランスへ向かいます。男同士、長旅、7日間。何も起きないはずがなく、着きました。ランスに着いたら、左上の西洋系入ります。一階の老婆から、後で行くことになるユーステルムの情報を聞いておきます。ユーステルムをマップに出したら、次は2階のおじさんから、王家の指輪をもらいます。魔王殿の扉を見た、と伝えれば、誰でも無料でもらうことができます。ちょっと管理がバガバすぎんよ。指輪をもらったら、再びピドナへ。早速魔王殿の奥の扉を開けに行きます。2回目なので、4倍速でお送りします。早速先ほど解放したショートカットを活用します。今回は息だけなので、ここの敵避けは楽です。指輪で扉を開けたら、そのままアビスゲートのところまで突っ込みます。敵に当たってしまったら、忘れないうちに二人のカーソルをストーンバレットに合わせて退却します。そうやん。すごくいやらしい穴だよ。穴が広がってないか？しまりの悪さ。
アラケス戦は二人とも防御して、できるだけ早く全滅できるよう祈ります。なお、道中で一度も煙火しなかった場合は、ここで二人のカーソルを、ストーンバレットに合わせておきます。無事、1ターンで全滅することができました。ホモのパーティーはこれにて終了。四魔貴族戦は、共闘竜明と、最後の魔貴族以外、全滅してもゲームオーバーになりません。四魔貴族と一度でも戦闘すると、西王の試練を受けられる権利を得られます。これでようやく、最初の道場に入門できるぜ。というわけで、早速ランスへ。なお、アラケスとの戦闘で、ブレードロールなどの見切りをひらめくことがありますが、これは特に問題にはならないので、ご安心ください。西王家のおじさんと話すことで、西王病の試練を受けられるようになります。こちらの施設も、一般に無料開放されています。さて、今回の道場主となる先生ですが、毎度おなじみ、ロアリングナイト先生です。ロアリング道場は、先生の攻撃が LP 攻撃のみなので、LP が続く限り、倒される心配はありません。また、先生にはタッチゴールドによる石化が有効であり、さらには、戦闘後に全回復してくれるという有用っぷりです。極端に LP が低いキャラがいない限り、デメリットは退却不可であることぐらいでしょう。ロアリング道場では、状況再現を利用します。1ターン目は、A ボタンを失敗。1戦目は失敗が許されないので、ここは集中です。ロビン74。ホモ75、先生、ホモ。乱数サーチ完了、58番。2ターン目は、ホモ右、1、2、3。上1、B キャンセル右1、2、決定ロビン右1、2、3、4、5、6、7、8、9、左1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、決定、ふぅ。成功していれば、ホモが十文字切りをひらめきます。やったぞ。再現成功です。ここからは一本道なので、乱数サーチは必要ありません。パターンは一つしかないから。3ターン目は、ホモ、B キャンセル3回。からの、上1決定、ロビン、上1決定。ロビンが先制でタッチゴールドを決めて、勝利します。戦闘後は A ボタンを失敗。ホモの HP と剣レベルが上がります。さらに、音もレベルが8上がって、十文字切りの極意も手に入ります。戦闘後の選択肢は、B ボタンでキャンセル。ステータスは全開しているので、そのまま2戦目に突入します。2戦目以降も、状況再現です。1ターン目は、ホモ右、1、2、3、4、決定、ロビン右、1、2、3、決定。2戦目以降は、再現に失敗してもリカバリーが可能なので、少し気が楽です。ロビン72。ホモ93、乱数サーチ完了、5番。1ターン目の乱数サーチの結果で、2ターン目のコマンド入力が決まります。2ターン目は、ホモ右、1、2、上1、B キャンセル、右、1、2、3、4、5、6、上1、決定、ロビン右、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、決定、左1、2、3、4、上1、決定。今回も、ロビンの先制タッチゴールドで勝利。1戦目の最後と、同じ乱数です。先ほどと同様、ホモの HP と剣レベル、そして音もレベルが8上がります。これを繰り返して、音もレベルをマックスの158まで上昇させます。戦闘1回で8上昇するので、残り18回繰り返すことになります。2戦目から20戦目までの再現方法は、同じものが使えます。さて、先ほどから当然の権利のように状況再現を使っていますが、本来、状況再現は、セーブ&ロードを前提としているため、セレクト縛りでは使えないはずです。が、実はセーブを使えなくても、頑張れば状況再現することは可能です。
まず、本来の状況再現は、戦闘の直前でセーブをし、リセットで乱数を初期化した後、ロード後に A ボタンや方向キーを押しっぱなしにして戦闘に突入することで、初期乱数を固定して、1ターン目から状況再現を行っています。しかし、セレクト縛りでは、リセットが使えないため、当然ながら初期乱数を固定できません。では、どうすればいいのか。答えは簡単、1ターン目の内容を見て、初期乱数を特定すればいいのです。ここでは、各キャラの行動陣、ホノトロビンのストーンバレットのダメージ、そして先生のライフブレイクの攻撃対象で、初期乱数の特定を行っています。ちなみに、ロマサガさんの乱数テーブルは、全部で1024番地ありますが、幸い、戦闘開始時に取り得る初期乱数は、60パターンしかありません。そのため、1ターン目のコマンド入力を固定しておけば、1ターン目の戦闘内容も、60パターンのみになります。本攻略では、チャート作成時に、あらかじめこの60パターンをすべて調査し、各パターンにおける戦闘内容と、2ターン目以降のコマンドを、すべてローにしてまとめてあります。そのため、本番では難しいことを考える必要はなく、戦闘内容と再現ローを照らし合わせて、該当するパターンを見つけたら、あとはローに書かれたコマンドを入力するだけになっています。このような状況再現の方法は、リセなし再現や、ノーセーブ再現と呼ばれており、通常の RTA でも、初期乱数を固定できない赤ルーラーなどで使われることがあります。なお、当然ですが、チャート作成時と、本番時の条件を揃えておかなければ、いわゆる再現ズレが起こり、状況再現は失敗してしまいます。では、具体的に、どこまで条件を揃えなければいけないかというと、まず、メンバー、陣形、並び順、装備、このあたりは絶対と考えていいでしょう。幸い、セレクト禁止では変更できないものがほとんどです。武器や体術を使う場合は、その系統の技のひらめきや、極意か状況も揃えなければいけません。ここまで共に剣を一切使わせなかったのも、ひらめきや極意かによる再現ズレを防ぐためです。剣を使った状況再現は今後も行うので、予定外のひらめきや極意かはご法度です。また、敵が見切り可能な技を使ってくる場合、その見切りのひらめきや、極意か状況も同様です。その技を受けるたびに、見切りのひらめきや、極意かの判定が行われるからです。また、今回のように、敵に与えるダメージで乱数を特定する場合は、使用する技能のレベルを固定しなければ、ダメージが変動するため特定できません。今回の場合、直前に術の系統を変更したことで、二人とも絶好レベル1になっているため、必ず条件が揃うようになっています。なお、幸いにも、今回の再現は、ホモの HP と剣レベル、およびお供レベルの代償によって、再現がずれることはないため、2000名以降は、同じ再現量をずっと使えるというわけです。口頭による説明だけでは、わかりにくいと思うので、今回作成した再現量をお見せしましょう。見ろよ、スペースが足りないので、ゲーム画面を縮小します。こちらが、今使用している再現量です。1戦目に、ホモが十文字切りを、ひらめき&極意化したのが、1つ目の再現量なので、これは2つ目の再現量ということになります。本攻略では、このような再現量を、合計10個用意しています。この再現量には、左から行動順に、誰がいくつダメージを与えたか、先生のライフブレイクの攻撃対象は誰か、というのが、60パターン、すべて網羅されています。そして、右側には、各パターンにおける2ターン目のコマンド入力が記載されています。では、実際にこの再現量を使って、次の戦闘の状況再現をしてみましょう。それでは、1ターン目は、ホモ、右4、ロビン、右3、このコマンドは固定です。先制したのはロビン。ダメージは72、次に行動したのはホモ。ダメージは96。というわけで、今回は、となります。意外と早く落ちたなぁ。よって、2ターン目のコマンド入力は、ホモ、左3、上1、B キャンセル1、左4、上1、ロビン、左6、上1、となります。ね、簡単でしょう？説明終わり、ゲーム画面を戻します。先制タッチゴールドが決まり、ホモの HP と剣レベルが上昇。ちゃんと再現できてますね。以上が、リセなし再現の流れになります。終わり！閉店！以上！加速します。
せっかくなので、状況再現で使う、コマンド入力の種類を、ここでまとめて紹介します。まず、B キャンセル。これは、行動を決定した直後に、B ボタンでそれをキャンセルするというものです。対象を指定しない行動、括弧1コマ技をキャンセルした場合は、決定からキャンセルまでに48フレーム。対象を指定する行動、括弧2コマ技の場合は、52フレームの入力猶予があります。どちらも楽勝です。次、横再現。これは、右キーや左キーで、窓を左右に動かして行う再現です。右へ動かす場合と、左へ動かす場合で、乱数の進み具合が1異なるので、左右の数を変えることで、乱数の微調整ができます。入力切り替えの猶予フレームは、右が27フレーム、左が29フレームとなっています。まだまだ簡単です。次、縦再現。これは、上キーや下キーで、カーソルを上下に動かして行う再現です。カーソルの最初の動き出しと、それ以降では、カーソルの移動速度が異なり、入力切り替えの猶予フレームは、最初が15フレーム、二つ目以降が9フレームとなっています。一つ目はともかく、二つ目以降は、結構難しいです。状況再現で使うコマンド入力の紹介は、以上です。本チャートの状況再現は、すべて、今紹介したコマンドの組み合わせで、構成されています。なんで等速にする必要なんかあるんですか？ロビン72。先生、ホモ。二段以上の縦再現かよ。これなかなか難しいねんな。ホモ、B キャンセル1、右、1、2、上1、決定、ロビン、上9、2周目で、決定、やったか？よしよし。で、上昇も OK。ご覧の通り、2段以上の縦再現は難易度が高く、再現失敗につながりやすいため、本チャートでは、リカバリーが容易なこと以外、再現ローに組み込んでいません。安定が一番大事なんだよね。一番言われてるわ。なお、世の中には、さらに難しい、ターゲット選択再現を連続で成功させたり、窓が一段しかないのに、音だけを頼りに縦再現するような、おかしな人たちもいるようです。マジで身長がおかしい。だからなんで等速にする必要なんかあるんですか？ん？なんか様子が変です。ロビンのタッチゴールドが決まりませんでしたね。後から見返したところ、再現ローの見るところが、一段ずれていたようです。ロアリングナイト先生からは逃れられないので、再現に失敗した場合は、ホモ十文字切り、ロビンタッチゴールドで、普通に倒します。なお、全滅してもゲームオーバーにならないので、ホモが死ぬまで待つのもありです。高術ポイント持ちで、さらに LP と素早さも高いロビンを連れてきたのは、再現に失敗した時のリカバリーのためです。また、先ほどからホモのカーソルを、使いもしない十文字切りに合わせていたのも、再現失敗に備えてです。倒せましたね。ここでお祈りタイム、二人の逆コレベルが上がらないよう祈ります。オッケー、上がりませんでした。今回は逆コレベルが上がらなかったので、中ロスで済みましたが、上がってしまった場合は、レベルを戻すために、ニュースフィルムで生命の水を覚えさせた後、再びピドナへ行って、逆個術を覚えさせなければならないため、オーロスになります。ホモに十文字切りを使わせていたのは、ひらめきの暴発防止のためです。十文字切りから派生する剣技は存在しないので、失敗しても技をひらめくことはありません。また、極意もすでに取得済みなので、極意化による分岐も発生しません。先ほど言った通り、剣を使った状況再現は、この後も控えているため、再現ズレを起こさないよう、予定外のひらめきや極意化は、絶対に避けなければいけません。なお、2ターン目にホモに剣技を選択させるのは、剣レベル上昇のために必須です。この再現でホモの剣レベルが上がるのは、レベル18までです。それ以降は、ホモとロビンの HP 上昇に切り替わります。逆個レベル上昇とかじゃなくてよかった。なお、状況再現が使えるなら、この先の戦闘も楽勝じゃん、と思われるかもしれませんが、残念ながらそんなことはありません。まず、リセなし再現は、1ターン目を乱数サーチに費やすため、1ターン
ターンメリ全滅してしまったり、重要キャラが気絶してしまうと、どうしようもありません。また、戦闘の条件を揃えるのも大変であり、すべての戦闘で状況再現を行うとなると、条件の分岐が膨大な数になってしまいます。実際、本チャートで使用する再現量も、全10個のうち9個が、道場の補助として使うだけのものです。過度な期待を。してはいけない。20戦目終了。これにて第1回稼ぎ、完了です。再現を1回失敗してしまいましたが、ダイロスにはならなかったので、まあよしとしましょう。稼ぎが終わったら、次はイルカのフラグ立てと、指輪転がしのために、ヤーマスへ向かいます。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。街の中にも敵がはびこる RTA、第4部、始まるよ。ドフォーレの店でストックを1本購入して、イルカフラグを立てます。ついでに、指輪転がしのために、王家の指輪の売却もします。王家の指輪を売却すると、店頭に綺麗な指輪が出てくるので、これを32個購入します。あとはいつもの手口でお金を増やしながら、Sストックを合計16本購入します。Sストックは5000円なので、指輪転がし4回で手持ち1万円にした後、ちょうど2本買えます。時間がかかるので加速。なお、Sストックを買いだめするのは、今後東方で、シャドウサーバントを5つ購入するためです。1つ9999円なので、5つで約5万円が必要になります。ロマサガさんの手持ちは最大で1万円までなので、5万円持っていくことはできません。また、東方には銀行がなく、そもそもホモは銀行を使えないので、向こうで金を調達するには、手持ちのアイテムを売却するしかありません。アイテムの売り値は、買い値の半額になってしまいますが、シャドウサーバントを1つ購入するごとに、ヤーマスまで戻って指輪転がしをするより、現地でストックを売却した方が早いはずです。っていうか面倒なので、たとえ遅くても、こっちの方がいいです。あ、ちなみに、序盤で倉庫から金目のものを引き出しておいたのは、ここで指輪転がしをする回数を、減らすためでもありました。引き出したアイテムは、合計で約1万円分になるので、指輪転がしを8回分削減できます。今ので、手持ちのストックが16本になりました。ストックを16本購入した後も、手持ちのお金が1万円になるまで、転がし続けます。これで OK。最初に綺麗な指輪を32個買っておけば、ここでちょうど1つ残るはずです。最後にもう一度店を覗いて、綺麗な指輪を、王家の指輪に変化させておきます。これを忘れると、後でアラケスを倒しに行くときにオーロスになるため、注意です。指輪を転がし終わったら、次はピドナから船で、グレートアーチへ向かいます。この後、東方へ進出するため、まずはそのためのメンバーを集めます。ヴァンガードに着いたら、すぐにアケイキの船に乗ります。まだ用事はありませんが、後で必ず行くことになるので、ついでにマップに出しておきます。明けに着いたら、すぐにグレートアーチへ戻ります。ハーマンに話しかけて、仲間にします。これまでイルカフラグを立ててきたのは、彼を仲間にするためです。ハーマンは、パーティー外成長により、各種ステータスが上昇しています。前回の稼ぎで、音もレベルをマックスまで上げた理由の一つが、このパーティー外成長です。これにより、ホモトロビン以外のキャラは、HP が285、特定の技能レベルが急上昇しています。また、新規加入キャラについては、上昇した技能レベルに伴い、技ポイントや術ポイントも上昇します。パーティー外メンバーが一律に成長してくれるため、これで稼ぎの手間を減らすことができます。ハーマンを仲間にしたら、早速うんこの館で、デイブレイクを覚えさせます。デイブレイクは、東方攻略の要になります。ここでうんこを再び仲間にします。ついでに、ヴァンガードの玄武術師のフラグも立てられるため、一石二鳥です。うんこは、玄武レベルにパーティー外成長の上昇フラグがついていない、玄武術師のクズなので、パーティー外成長で上昇したのは、HP だけです。
ッタモーゼスの次はメルスへ向かいます。メルスの術屋でロビンにナップ、ハーマンにトルネードを購入します。これで東方進出の準備は完了です。あとはピドナから船でリブロフへ行き、いつものルートで乾いたタイガーへ向かいます。移動の間に音もレベルをマックスまで上げたもう一つの理由についても説明します。その理由とはひらめきレベルや上昇レベルが高いモンスターと戦うことです。ロマサガさんではどれだけ高難度の技をひらめけるか、 HP や技能レベルをどこまで上げられるかというのは敵のひらめきレベルや上昇レベルに依存しています。特に本攻略は分身技チャートを採用しているため、最終メンバー全員の分身技をひらめけるだけのひらめきレベルを持った敵と戦うことは必須です。残念ながら西洋病の骨先生やレッドラ先生では全員の分身技をひらめくことはできません。そこで音のレベルをマックスまで上げることで全分身技をひらめけるだけのひらめきレベルを持った最高クラスの雑魚モンスターを出現させようというわけです。ロマサガさんの敵シンボルの中にはレオニード城のゾンビ系、洞窟寺院の悪魔系、最果ての島の水星系など、メインモンスターの強さが音もレベルに依存している敵シンボルがいくつか存在します。今回はそういった敵シンボルを利用します。どこの敵シンボルを利用するかはその時になったらお話しします。乾いたタイガに着きました。サンディームには睡眠が効かないので、ホモは防御、他3人でデイブレイクを使用します。音もレベルを上げたことで1ターン目から全体攻撃のアシッドスプレーを使ってくることがあり、少々危険ですが、こちらもパーティー外成長でハーマンとウンコの HP が上がっているため、1ターンで全滅してしまうことはまずありません。幸い退却可能な敵なので、もし1ターン目終了時にこちらの分が悪ければ、一度退却して仕切り直すのもありです。こちらの術ポイントは潤沢にあるので、仕切り直しても問題なくデイブレイクを再使用できます。サンディームを倒したら道なりに進んでいき、ムング族の村を目指します。加速。ちなみに先ほどお話しした分身技のひらめき道場では、前回同様状況再現を利用します。となれば無駄な戦闘を挟んでステータス上昇や技のひらめき極意などで再現ズレが発生する前に、とっとと最終メンバーを集めて、そのまま全員の分身技を揃えてしまいたいところです。が、面倒なことに最終メンバーの一人が東方にいるため、まずは東方攻略が先になります。そんなわけで今こんなところに来ているわけです。当然東方攻略中はこの後のひらめき道場の再現ズレにつながるような行動はご法度です。ムング族の村に着いたら、まず無料宿泊所で術ポイントの回復をしておきます。5年配2人に布団を譲らない若者のクズ。ちなみに、ロマサガさんの味方キャラには、種族設定と呼ばれる未使用な内部データがあり、キャラの性質に合わせて、一般人、貴族、農金、といった具合に分類されています。その中で、ウンコはなんと、年配と呼ばれるグループに分類されています。はい、公式でもそんな扱いなんですね。ここでババアに人質に取られるのは、パーティーの中で、最も現在術ポイントが高いキャラです。今回の場合は、うんこになります。離脱したうんこの代わりに、フィーリンが仲間になります。彼女こそが、東方で仲間になる最終メンバーです。パーティー外成長により、弓レベルが急上昇しており、それに伴い、技ポイントも27上昇しています。パーティー外成長で、技ポイントや術ポイントが上昇するのは、新規加入キャラの特権です。また、東方攻略のために連れてきたハーマンも、実は最終メンバーの一人だったりします。東方攻略前に音もレベルを上げておいたのは、最終メンバーであるこの二人に、新規加入時の技ポイント、術ポイントボーナスの恩恵を受けさせるためでした。特に終盤は、技ポイント、術ポイントともに非常に重要になってくるため、このボーナスがかなり効いてきます。ここは音もレベルを上げすぎた弊害で、ゼルナム族一体の編成が出なくなっています。さすがに3体と戦うのは厳しいので、ゼルナム族プラス、音も一体の編成が出るまで粘ります。これなら OK です。ゼルナム族の耐性はガバガバであり、睡眠や即死が有効です。
ホモとフィーリンはボーヨ、ロビンはナップ、ハーマンはデイブレイクを使用します。ゼルナム族の1ターン目の行動は横一列攻撃の電撃で固定なので、4人フリーファイトなら1ターン目に全滅してしまうことは絶対にありません。また退却可能なので、もし1ターン目終了時点で分が悪ければ仕切り直しもできます。なお、ここでホモやハーマンがゼルナム族の使ってくる突進を見切ってしまうと、この後のひらめき道場の再現の際に少しだけ不利になりますが、本当にビビタルさなのでそれほど気にする必要はありません。ここの画面切り替えでは敵シンボルの位置がリセットされないので、運が悪いと出待ちされます。こんな風にね、もちろん逃げ、敵シンボルに気をつけつつ、奥にいるもう一体の固定ゼルナム族のところまで行きます。ここのフロアは通路が狭い上、天井で通路の一部が隠れているため回避が難しいです。2体目のゼルナム族も最初と同じように処理します。楽勝でした。固定ゼルナム族を2体倒すと、ロマサガ特有の現象、ダンジョン内の敵が全て消滅します。あとは奥にいるネフト族のオサと話してムング族の村に戻ればお使い終了です。時間がかかるので、この間に前回のコメントについてお答えします。前回リセなし再現の場面で60パターン全て記憶してるのかというコメがありましたが、結論から言うと全く覚えていないし、覚える気もありませんでした。実際にやってみればわかりますが、再現量を行動順、ダメージ量順にそうとしておけば、再現量を記憶してなくても戦闘内容を見てからパターン特定余裕です。また複雑なコマンド入力の場合は、入力中に再現量をチラチラ見ながらやっています。というわけで答えはノーです。っていうか、一概じゃあるまいし、あんなもん覚えようとするわけないだろ、いい加減にしろ。以上です。ムング族の村に戻ったら、魔王の鎧戦に備えて再び術ポイントの回復をしておきます。なお、布団は絶対に譲らない模様。ババアに報告すると、うんこが戻ってきてフィーリンが離脱します。お使いに行っている間に現状の方へは話を通してくれたそうです。というわけで、いざ鎌倉。ババアが話を通しておいてくれたおかげで無事逮捕となりました。ふざけんな。東方ではホモのような人間は非常に珍しいようです。なんてか、何これ。ええやん、ベッドついてんやん。不幸にも無実の罪で投獄されてしまったホモに対して言い渡された示談の条件とは、ゼルナム族の末裔って魔王の鎧を壊してこいというものでした。え、どうしてこられた。ここでパーティー人数が4人以下だと売名ニャンが仲間になります。東方に4人だけできたのはこのためです。まずはエストックを2本売却して所持金を1万円にします。金を用意できたら、パブの術屋でババアにシャドウサーバントを購入します。シャドウサーバントはここでしか買えないご当地限定品です。ちなみにこれは動画を投稿した後にコメントで知ったのですが、術屋の画面で X ボタンを押すとセレクト禁止でも各キャラのステータスを確認できるようです。みんなよくこんなマニアックな機能知ってるなぁ。本番ではそんなこと知る由もなかったので、正の字を使って必死こいて各キャラの技能レベルを把握していました。なお、この機能でできるのはあくまで確認だけであり、装備や技をいじることはできません。もしできていたらこの縛りの意味が失われていましたね。危ない危ない。あ、そうだ、投稿後にわかったことといったら、もう一つ
なんと、セレクトボタンを使わなくても、陣形を変更できる技が発見されました。何すんの？ただし、この技はコマンダーモード限定なので、この分身技チャートには応用できないようです。よし、チャートを変更する必要はないな。この技の詳細については、エンディングでまた詳しく説明します。魔王の鎧は、自身は何もせず、お供のゼルナム族が攻撃してくるタイプのボスです。1ターン目はお供がいないので、コモは十文字、ロビンはウィンドダート、ハーマンはトルネードで攻撃、ババアはシャドウサーバントを使用します。サンダークラップは効かないので、うんこは防御で OK です。魔王の鎧はこれまでのボスと異なり、耐性がガチガチで、全ての状態異常が効きません。また、魔法防御が非常に高いため、物理属性を持った攻撃以外は、ダメージが通りません。さらに、お供のゼルナム族がいる間は、近距離攻撃が届かないという、非常に厄介な敵です。2ターン目からは、お供のゼルナム族が出現します。出現数はランダムです。ゼルナム族の出現した直後の行動は、電撃で固定です。2ターン目からは、素早さの高いロビンが、ナップでゼルナム族を眠らせます。ババアは影付きトルネードで攻撃。これ一撃で、お供のゼルナム族を一掃できます。また、トルネードには突属性が含まれているため、魔王の鎧にもダメージを与えられます。さらに、今は地層が総流になっているため、トルネードのダメージは、1.25 倍になります。強い。ハーマンも一応総流技能持ちなので、トルネードで援護します。おもとうんこはやることがないので、電撃に備えて防御しておきます。3ターン目以降も、ほぼ同様です。ご覧の通り、この戦闘は、完全にババア頼りとなっています。ババアが仲間で本当に良かった。ババアのトルネードで、毎ターンゼルナム族が更新されるため、もしロビンがナップを外しても、電撃以外使われることはありません。そして、電撃は物理攻撃ではないので、影を消される心配はありません。ターン開始時に HP が減っているキャラがいた場合、うんこの生命の水で回復します。また、2人以上 HP が減っていた場合は、ホモもパワーヒールで回復を手伝います。敵の攻撃が電撃のみであり、こちらもパーティー外成長や狩猟で、HP が上がっているため、かなり安定して戦うことができます。あとは作業芸なので加速。ちなみに、ここまでご覧になった方はお気づくかもしれませんが、本チャートでは、ここまでの戦闘を、ほぼ術メインで戦っています。これはすべて、この後に控えている状況再現のためです。術にはひらめきや極意がなく、いざとなれば技能レベルすらリセットできるため、再現ズレを気にせず戦うことができます。逆に言えば、ひらめき再現が終わるまでの間は、該当する武器の使用がかなり制限される、ということです。ああ、早く自由になりたいぜ。幸い、魔王の鎧を倒せば、ひらめき道場を始められるため、その後はかなり自由度が増します。まあ、序盤は術が強いので、普通にやっても術メインになるんですがね。お、倒せました。魔王の鎧は、魔王の鎧を 100% ドロップします。魔王の鎧を倒すと、どういうわけか、マップ画面から西へ戻れるようになります。では、早速最終メンバーを揃えに。行くぞ！今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。状況再現を最大限活用する RTA、第5部、始まるよ。まずはエストックを4本売り払って、手持ちを1万円にします。今回は、残りの最終メンバー集めからです。その前に、まずはいらないキャラをリストラして、パーティーの枠を開けておきましょう。ロビンとウンコは、ここでお別れです。首だ。なお、ババアは魔王の鎧を倒した後、勝手に離脱するため、もういません。これでよし。邪魔者はいなくなったので、早速最終メンバーを集めに行きましょう。まずは、最終メンバーの一人は、前回も紹介した通り、ジーリンです。
お前の弓が必要だったんだよ。ここは一度現場に入らないとマップに出られません。次の最終メンバーの居場所は、ここ。もうお分かりですね。そうです、この黒いのです。黒いのは新規加入キャラではないため、技ポイントこそは低いままですが、初期装備で三日月刀を装備しているため分身剣を使用することができ、剣レベルと素早さも高いというなかなか優秀なキャラです。お次はグレートファック賞を探すという運ゲーをします。まずはメルスから。ナイス。次ビブロフ。あんよないです。あ、ない。次、南毛です。章が出現する可能性のある町は、ニョルス、リブロフ、南毛です、ピドナ、スタンレイ、ファルスの6つです。ここないよ。あかん、これじゃ患者は死ぬ。次、ピドナ。なお、章の出現場所については、先ほど挙げた6つのパターン以外に、もう1つ。どこにもない、という、ふざけたパターンが存在します。やめてくれよ。ピドナは章の出現場所が少し遠く、この奥の方に。ないや、どうしてくれんのこれ。なんだこのクズンは、たまげたな。ピドナでも出現しなかった場合は、ここでスタンレイの情報を聞いて、マップに出します。どうですか？ありました。ちょっと遅かったんちゃう？でもまあ、最悪の事態は回避できたので、よしとしましょう。早速入場料の10円を払って、中へ。ちなみに、もし、どこにもないパターンを引いてしまった場合は、財宝の洞窟で1円化して、パターンを変えてから、再び各地を回ります。妖精が泣き叫ぶ様を堪能したら、宿や駅一泊します。夜になると、聞き覚えのある泣き声が聞こえてくるので、助けに行きます。妖精が捕らえられているので、逃がしてやります。これで、妖精を仲間にするためのフラグが、一つ立ちます。ソウルサッカーは当然無視。というわけで、5人目の最終メンバーは妖精です。私だな。妖精は、檻から逃がした後に、果実要塞をマップに出すと、仲間にできるようになります。というわけで、早速ジャングルへ。まずは、妖精の村を目指します。私は、普通にした右と進む固定ルートより、左、右を使う、ランダムルートの方が好きです。こちらの方が、エンカウントする心配もなく、運が良ければ固定ルートよりも早いからです。ね、早かったでしょう？あとは、妖精の村まで一本道です。なお、妖精の村に行く前に果実要塞を発見しても、問題なく妖精を仲間にできるので、多分それが一番早いと思います。ただ、今回はセーブを使えないので、ヒントなしで果実要塞を見つけるのは難しいです。そのため、ここは安定をとって、先に妖精に会って、蝶の色を聞いてから、果実要塞を探すルートを取ります。ここの雲嫌い。この木を登ればゴールです。正解のヒントをくれる、仲間になる妖精は、一番上にいます。ここの花の足場は、歩かないと目がトンコインするので注意。一番いい色を頼む。赤、一番いい色です。やったぜ。正解のパンツの色は、青、紫、緑、赤、白、黄色のうちから、ランダムで選ばれます。なお、妖精に正解の色を聞いていない場合は、今の6色以外に、なし、というパターンも存在するため、さらに厄介です。果実要塞へは、正解の蝶が飛んでいる出入り口を、3回連続でくぐった後、行き先がランダムな出入り口を1回くぐれば、たどり着けます。今ので1回。これで2回目。勝ったな。赤は配置的に一番やりやすいです。これでさっきの小のクズンを、蝶消しにできましたね。今ので3回目。
あとはランダムな通路をくぐれば、ゴールです。妖精を仲間にするため、妖精の村をまた登ります。なお、妖精のハーブは、この縛りだと全く役に立たないので、無視で OK です。最後の最終メンバー、妖精を仲間にします。妖精は長弓を装備しているため、分身技の連射を使うことができます。パーティー外成長で、槍と弓のレベルが上がっており、初期技ポイントは、96まで上昇しています。さらに特筆すべきは、脅威の素早さ25。分身技チャートにおいては、先制クイックタイム要因として、必須とも言えるキャラです。妖精を仲間にしたら、ピドナの術野で、全員にタッチゴールドを覚えさせます。ティーリンには、さらにベルセルクも覚えさせます。これでオッケー。初めて術を覚えたキャラは、残り術ポイントがゼロになっているので、宿屋に泊まって回復します。この5人が、最後まで一緒に戦う、真の仲間です。それ以外の奴らは、利用するだけ利用して、あとはやり捨てダイナミックでオッケーです。ねえ、俺のおもちゃ見るんで上等だろ。真の仲間が揃ったので、早速ひらめき道場に入門しに行きます。まずは、ユーステルムでウォードの依頼を受けます。ついでにウォードが加入。マップへ出ると、自動で標高へ連れて行かれます。5人だけできたのは、パーティーの枠が空いていないと、ウォードの依頼を受けられないからです。まずは、この獣人系シンボルに接触します。この後の再現のために、全員のカーソルを、ストーンバレットに合わせてから退却します。これでよし。今回の道場主は、標高の魚系シンボルです。水面の付近に立って、隣り合わせになれば飛び出してきます。ここの魚系シンボルは、メインモンスターのランクが、お供レベルに依存しています。今回狙うのは、シカイヨ一体の編成です。シカイヨは、魚系で2番目に高ランクのモンスターであり、ひらめきレベル、上昇レベルともに31と、非常にうま味です。早速来ました。1ターン目は、全員栄養失敗です。今回は、シカイヨの攻撃の、種類、ターゲット、そして非ダメージで乱数を特定します。全員ストーンバレットを使っているのは、ひらめき防止のためです。なお、1ターン目に、ティーリンか妖精がやられてしまった場合は、失敗パターンです。失敗パターンを引いてしまったら、退却してやり直します。体当たり、ホモ、429、乱数サーチ完了、54番。やられたのはホモなので、これは成功パターンです。ただし、デルナム族から体当たりの見切りをひらめいていた場合は、失敗パターンになります。2ターン目は、妖精。左、1、2、3、決定。これで、妖精が、足払いをひらめきます。視界をはスタンするので、このターンは攻撃してきません。なお、ひらめき道場では、2ターン目以降の再現をミスると、よって下ろす、最悪積んでしまいます。特にこの戦闘は、この後のすべてのひらめき再現に関わってくるため、超重要です。3ターン目は、ハーマン、左、1、2、決定、ディリン、左、1、2、決定。妖精、左、1、2、3、決定。成功すれば、妖精とティーリンが、影縫いをひらめきます。ゴンを救出し忘れても、指輪を忘れて魔王殿の扉が開かなくても、再装はしませんでしたが、ここの再現をミスって違う技をひらめいてしまった場合は、さすがに再装した方がいいです。それぐらいミスは許されないので、ここのコマンド入力は、超簡単なものしか使っていません。最後は、妖精が足払い、それ以外のキャラは、ストーンバレットにカーソルを合わせてから退却します。ここは一旦引きます。標高の魚系は、密着した状態で引火すると、必ず2回戦闘になるのが難点です。ひらめき再現が1回終わるごとに、ユーステルムへ戻って、術ポイントを回復します。術を覚えたばかりのキャラは、最大術ポイントが5しかないので、すぐに息切れしてしまいます。回復ポイントへすぐ戻れることも、この道場の利点です。なお、従来のセレクト縛りでは、最終メンバーが、無駄な技で技欄を埋めてしまわないよう。まず、捨てキャラを使って、無駄な技をひらめき、極意化させるのがセオリーでした。が、本チャートではそんなもの。不要だ。なぜなら、状況再現で、必要な技しかひらめかせないからです。セレクト縛りの醍醐味。ガルチャー
多分、再現ありとなしで、レグレーションは消した方がいいと思うんですけど。術ポイントを回復したら、再び司会を先生に、警告をつけてもらいます。ここ獣人系が邪魔してくるから嫌い。残りのひらめき道場は、あと7回。右枠に書いてある優先順位に従って、こなしていきます。こんなに小分けにしなくても、一戦で全部の技をひらめかせればいいじゃん。と思われるかもしれませんが、それは一戦あたりのひらめき回数に、制限があるため無理です。お、出ましたね。1ターン目は、全員 A を失敗。優先順位が一番上の、ハーマンの再現その1を行います。これ以降のひらめき再現も、先生の攻撃の、種類、ターゲット、火種で特定を行います。ただし、妖精の足払いで先生がスタンした場合は、こちらのストーンバレットのダメージで特定します。全員100個レベル1なので、ダメージは強化時と同じになります。なお、以降のひらめき再現は、1ターン目に、誰かが気絶、毒状態になったら、失敗パターンです。今回はホモが死んでしまったので、逃げ。なお、本当は技をひらめくキャラさえ気絶しなければ、再現を続けることはできるんですが、その場合、再現量を作るのが少し面倒になるので、失敗パターンにしておきました。当然ですが、失敗パターンを引くと、妖精以外の術ポイントが1減ります。ハーマンの再現には4ターンかかるので、全員の術ポイントが4以上残っていないとできません。もし、失敗パターンを2回引いてしまった場合は、3ターンでできる、ホモの再現に移行します。3回目も失敗したら、宿屋へ合です。だから早く成功パターン。なお、視界用は単体攻撃しか使ってこないので、1ターン目に全滅することはありません。この縛りではセーブができないので、そういったところも、視界用先生に選んだ理由の一つです。殺そうなんかじゃねえんだよ。キバ、ハーマン、サナナナ、乱数サーチ完了、31番、今回は成功パターンです。2ターン目は、この左ピッチ、2。3、4、5、6、決定、ハーマン右1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、左1、2、3、決定。横再現だけなので、簡単ですね。この再現では、ハーマン再現その2につながる技をひらめかせるため、非常に重要です。ハーマンはただでさえ技ランの枠が少ないため、もし失敗して無駄技をひらめいてしまった場合は、諦めて再走した方が良いでしょう。ハーマンに最初にひらめかせるのは、本攻略における超重要技、ウォークライです。効果は、自身の腕力と体力の上昇です。3ターン目は、ホモ、B キャンセル2回。からの、ハーマン右、1、2、3、4、5、決定。3ターン目以降は、1ターン目2度のパターンを引いたとしても、コマンド入力は同じです。なぜなら、2ターン目に、すべて同じ乱数に収束させているからです。こうした方が、再現量を作る際にも、楽でいいですしね。このターンは、ブレードロールをひらめかせます。分身技の、デッドリースピンに派生する技です。4ターン目は、ハーマン左1決定、ディリ右1、2、3、4、5、6、7、8、9、決定。このターンも、妖精の先生足払いで、先生をスタンさせます。体勢がバガバなところも、視界よ先生のいいところです。拒むことを知らない、タネツボ野郎。4ターン目は、仕込み杖の、居合抜きをひらめかせます。初期装備で仕込み杖を持っているのも、ハーマンの利点の一つです。これでハーマン再現その1は終わりなので、カーソルをストーンバレットに合わせてから退却します。再現が終わったら、ユーステルムの、お兄さん許して。こんな感じで、残りの再現もこなしていきます。加速。次に優先順位が高いのは、ハーマンその2ですが、この再現は、60分の1の確率で出現する、トリトーン先生が相手でなければならないので、チャンスが来るまでは飛ばしていきます。なお、
出現する敵の編成も、乱数で決まるため、初期乱数と同様、60パターンしかありません。この60パターンの内訳は、音のレベルで変動しますが、コンチャートでは音のレベルを、マックスまで上げているため、60パターンの内訳は、毎回同じものになります。だからザコシンボル相手でも、状況再現ができるんですね。ちなみに、音のレベルマックスの場合、標高の魚系で、視界の一体の編成が出るパターンは、60分の21です。だいたい3分の1ぐらいの確率ですね。そこからさらに、1ターン目に誰も死なない成功パターンを引けるのは、21分の11となっております。全部ひっくるめると、1円かごとの成功率は、6分の1ってところですね。スタン成功。ハリード。64。乱数サーチ完了。54番。妖精の足払いが当たった場合は、先制の行動を見られないので、こちらの行動順と、ストーンバレットのダメージで、乱数を特定します。なお、先ほど失敗パターンを2回引いて、各キャラの術ポイントが残り3しかないため、この戦闘は、3ターンで終わるホモの再現を行います。まずは、乱造剣。Kレベルに応じて、複数体に攻撃できる分身技です。この技自体はあまり使うことがありませんが、分身剣からひらめくことがあるため、大事な場面でひらめかないよう、先に潰しておきます。3ターン目は、A を失敗で OK です。いやー、楽ちん楽ちんちんちきちん。次は、言わずと知れた分身技、分身剣です。弱い。用が済んだらしたこらさっさです。今日は難しくなりますよ。難しい。妖精にはまず、瞬速の矢をひらめかせます。瞬速の矢は、弓の分身技へ派生します。妖精再現の最中は、ハリードが最初から覚えてる足払いで、先制を足止めします。次は、弓の分身技、連射をひらめかせます。連射は、瞬速の矢からしかひらめけません。最後は、プラズマショットをひらめかせます。弓レベルが低かったり、降参召喚が乗ってない場合は、連射よりこちらの方が強いです。これにて妖精再現完了です。逃げ。なお、妖精再現以外でも、ハリードに足払い使わせた方が、成功パターン増えるんじゃ、と思われた方もいるかもしれませんが、実際に試してみたところ、いろいろあって、大して成功パターンが増えなかった上に、再現量を作るのが、さらに面倒になると分かったため、ホッとしました。リリーにも、妖精と同じ技をひらめかせます。ちなみに、ひらめき再現を失敗した場合のリカバリー策は、頑張って普通にひらめく、です。さすがに、再現を途中で失敗した場合の再現量、までは用意していません。初見、絶対失敗しないようにしましょうね。それにしても、毎回宿屋へ戻ったり、失敗パターンを引いたりのロスが、結構バカにならないですね。正直この辺は、再現量を作るのを面倒くさがらず、もっと成功パターンを増やしたり、ひらめき防止行動を、術以外に置き換えるなどの工夫をすれば、いくらでも詰められそうです。まあそこは、今後この RTA に挑戦する兄貴たちに、頑張ってもらいましょう。60分1実現やつ。この戦闘だけは、1ターン目から再現が可能です。なぜなら、トリトーン先生が出現するパターンは、一つしかないから。ハーマン再現その1を一番最初に終わらせておいたのは、この絶好のチャンスを逃さないようにするためです。その1を終わらせていないと、たとえこの先生が出現しても、再現を行えません。備えあれば嬉しいな。この再現が最後まで残るときついので、途中で来てくれて本当に助かりました。まずはタッチゴールドで、邪魔な肉さをお手つか。これでよし。
再現中のターゲット変更は人外技なので、先に一番目のミクサーを撃破しておきます。次は斧の分身技、デッドリースピンをひらめかせます。ひらめき難度が非常に高く、司会予選生からはひらめくことができません。最後は、居合抜きから、バットをツバメ返しをひらめきます。かっこいい。かっこよくない？ぶっこゆう技は、技ランを圧迫しないのも。最後はカーソル位置をニュートラルにして、逃げ。ハリードにはコモと同じ技をひらめかせます。これでお揃いだね。全員の分身技をひらめき終わったら、最後のひらめき再現に移ります。この再現だけは必ず最後に行わなければいけません。最後の技は、次元弾です。先生お世話になりました。死ね。ついでに、武器レベルや玉子レベルも上げておきます。玉子レベルが上がって、ストーンバレットのダメージが変わるから、最後じゃなきゃいけなかったんすねー。ちなみに、ハーマンは技ランの余裕が少ないため、ひらめき道場に来る前に、見切りを2つ以上ひらめいてしまうと、次元弾まで揃えることができません。まあそんなことは滅多に起こりませんが、道中一つでもひらめいてしまった場合は、要注意です。これにて、ひらめき道場終了です。残り8個あった再現量を、今回だけで7個消化しました。今回の再現量は、そもそもコマンド入力までいけるパターンが少なく、1ターン目の戦闘内容も使い回しできたので、一つあたりの労力は、骨先生より楽でした。暴動仲間から外せば、再び自由に行動できるようになります。必要な技は揃ったので、次はステータスを上げるための修行を始めます。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。徹底的にハードな修行をする RTA 第6部始まるよ。今回は第2回稼ぎからです。修行するぞ修行するぞ修行するぞ。今回の道場主もおなじみロアリングナイト先生です。第2回稼ぎでは、ホモの HP416 以上、ホモの剣レベル23以上、ティーリンの百個レベル20以上、ティーリンの術ポイント30以上、妖精の術ポイント18以上、その他の術ポイント26以上を目標とします。先生の上昇レベルは25なので、技能レベルをここまで上げるには十分です。お願いします。まずは、ホモが十文字切り、ハーマンがバットをツバメ返し、他がストーンバレットを使用します。タッチゴールドの消費術ポイントは6なので、術を覚えたてのキャラは使用できません。そのため、まずは基礎術を使用して、最大術ポイントを上げるところから始めます。頑張るんだぜー。なお、先生のライフブレイクは、1ターンに4回。そして、パーティー内で最も LP の低いハーマンの LP は、4ですが、ライフブレイクが4連続でハーマンに飛んでくる乱数は存在しないので、1ターンでハーマンが殺されてしまう心配はありません。最後は、ディレイアクションのバットをツバメ返しでとどめ。十文字切りとバットをツバメ返しのダメージで、確実に1ターンで仕留めることができます。また、ホモは剣、大剣レベル、ハーマンはコンボ、斧レベルを上げる必要があるため、無駄はありません。戦闘が終わったら、選択肢をキャンセルして、再戦を申し込みます。ロアリング道場は一戦ごとに、技ポイント、術ポイント、LP が全回復する新設仕様です。2戦目以降は、術ポイントが6になったキャラから、コマンドをタッチゴールドに変更します。それ以外のキャラは、1戦目と同様です。先生は石化が有効なので、タッチゴールドが決まれば戦闘を短縮できます。外してんじゃねえよ、バーガー。ティーリン、ハリード、妖精の術ポイントが6以上になるまでは、この戦い方を続けます。なお、今回の稼ぎは状況再現を使わないのか、と思われた方もいるかと思いますが、各キャラが成長するに従って、上昇判定の敷地も変わってくるため、毎回同じ乱数で戦闘を終わらせても、途中から成長内容は変わってしまいます。そのため、もし最後まで状況再現で稼ぎを行おうとすると、たくさんの再現量が必要になり、
とても大変なことになります。またリセなし再現を行うということは1ターン目をランスーサーチに費やすということなので、撃破までに必ず2ターンかかることになります。さらに状況再現用のコマンド入力にも時間を取られるため、動力の割に短縮効果が見込めるか微妙ということで、今回は状況再現を控えました。こちらならタッチゴールドが決まれば速攻で戦闘を終わらせられますしね。こんな風にね、ちゃんとできるじゃん。この戦闘で3人全員の10ポイントが6になりました。以降はホモモ術を使って10ポイントを上げていきます。ハーマンはパーティー外成長で10ポイントが48まで上昇しているため、これ以上上げる必要はありません。これまで通りバットをツバメ返しを使用し続けます。時間がかかるので加速。なお全員がタッチゴールドを外すと2ターン目にも連れ込みますが、その場合は妖精のプラズマショットで先制撃破します。プラズマショットは雷属性も含まれているため、射防御が高い先制にもダメージが通ります。またこの際ホモは2ターン目に十文字切りを選択することで剣レベルの上昇も狙います。ちなみに目標の10ポイント26というのは、シャドウサーバントを使った後にクイックタイムを使って次ターン先制効果を得るのに必要となる最低10ポイントです。なお妖精はシャドウサーバントを使わないので、友人降臨に必要な10ポイント18だけで十分です。またヒーリンの目標10ポイントが30なのは、降参召喚を得る際のベルセルク重ねがけのためです。ヒーリンだけ100個レベルに目標があるのも、ベルセルクの効果を上げるためです。ホモの HP と剣レベルの目標値は、この後の竜明戦を確実に突破するために必要な値です。目標10ポイントに到達したキャラから、コマンドをメイン武器に切り替えていきます。ホルネウス戦後の第3回稼ぎで、全員メイン武器のレベルを30まで上げることになるため、早く目標に到達したキャラはここで貯金を作っておきます。まずは妖精が目標達成。各キャラのメイン武器のコマンドは、妖精とヒーリンがプラズマショット、ハリードがパリー、ホモが十文字切りで OK です。メイン武器を使用するキャラが増えて1ターン目に与えられるダメージが増えてきたら、ハーマンのコマンドを演出の短い合い抜きに変更することで時間短縮を狙います。なおホモはこの後の竜明戦で最後の状況再現を行うため、再現ズレを起こさないよう新しい剣技をひらめいたり分身剣を僕浮かしてはいけません。そのためここではホモに十文字切り以外の剣技を使わせないようにしています。当然ハリードに分身剣を使わせるのも極意化につながるためご法度です。絶対にしてはいけない。ちなみに現在10ポイントは戦闘中に表示されるため確認が可能ですが、現在の技能レベルは戦闘画面で確認ができないため、とももに正の字を書いて把握していました。ここでヒーリンが目標達成、ハリードも目標達成、残るはホモの剣レベルだけです。おい、聞いたらやってんじゃないぞ。ホモの剣レベルがアップ、これにて全目標達成です。ちなみにホモの HP については全員の10ポイントと技能レベルの目標を達成する頃にはまず間違いなく416以上になっているため、いちいち確認する必要はありません。第2回稼ぎを終えたらアケへ向かいます。の術屋でホモにセルフバーニングを購入します。もちろんあれに使うためです。なおホモの残金が増えているのはタッチゴールドで先生をお金に変えたからです。術を覚えたら次は小さな村へ行きます。
知人に話しかけて、古い歌を聴きます。四魔貴族を一体も倒していない場合、この歌を聴いておかないと、グーエンとの共闘フラグが立ちません。歌を聴くと、ついでに詩人もついてきます。パブの天使からルーブ産地の情報を聞き、早速向かいます。ルーブ産地の道中は、宴会1階までなら無駄宴会にならないので、慎重になりすぎず、思い切って進んでいきます。加速。接触したら、この後の状況再現のために、炎のカーソルをエアスラッシュに合わせてから、退却します。グーエインのところまで来たら、話をする、を選択して、共闘を申し出ます。共闘できる条件は、四魔貴族を一体以上倒しているか、詩人から古い歌を聴いていること。そして、主人公の技能レベルが、どれか一つでも16以上に達していることです。幽霊戦は、戦術した通り、最後の状況再現を行います。なお、ここで再現に失敗すると、9割型ゲームオーバーとなり、全てが水泡に帰します。絶対に失敗できないところなので、当然、2段以上の盾再現は含まれておりません。また、コマンド入力をより簡単にするために、途中で乱数を収束させるようなことはせず、初期乱数ごとに、一番簡単に入力できるコマンドを、全ターン手探りで強化してあります。1ターン目は、グーエインブエッジ決定。3連撃。114。124。乱数サーチ完了。44番。この戦闘では、幽霊の1回目の攻撃の、種類とダメージで特定を行います。以降の戦闘内容は、状況再現により、すべて手のひらの上です。2ターン目は、この、B キャンセル1回。グーエインとの共闘時は、コマンド入力の猶予フレームが、普段より短くなっているため要注意です。幽霊第一形態は、ツインスパイクと、エアスラッシュでダメージを与えていきます。少し加速。なお、幽霊は音のレベルに応じて、HP が増えるモンスターであり、音のレベルマックスの場合、第一から第三形態が、基礎 HP 3000のところ、4767。最終形態が、基礎 HP 9000のところ、14339になっています。5ターン目は、この左ビッチ、2、3、4、5、6、ウエイチ、決定。今のところは、盾再現が入るので注意です。このツインスパイクで、第2形態に移行します。このセルフバーニングは、後のアイテムカウンターの布石です。次は、幽霊戦における、最難関ターンです。6ターン目は、この左、1、2、3、4、上1決定、上1決定。縦再現が連続する難所も、無事突破できました。ここさえ乗り越えてしまえば、あとは楽勝です。まずは、グーエインがコモに先んじて、電撃で攻撃。その後、コモがグーエインの体力を参照した分身剣で、大ダメージを与えます。これで、幽霊は次の形態に移行します。なお、コマンド入力を簡単にするためには、途中でコモがダメージを受けることもいといません。第2回稼ぎで、コモの目標 HP を416以上に設定していたのは、全60パターンの中で、コモが受ける最大ダメージ量が415だったからです。このターンも、電撃プラス、分身剣で攻撃します。コモの剣レベルが23未満だと、ここで幽霊の HP を削りきれないことがあります。コモの目標剣レベルを23に設定していたのは、このためです。グーエインは、電撃を3回までしか使えないので、この戦法が使えるのは、このターンまでです。ちなみに、電撃後の分身剣が異常に強いのは、電撃の参照能力値である、グーエインの体力99を参照しているからです。分身技のダメージ算出には、直前行動の参照値が、そのまま使われるという特性があります。9ターン目は、この右1、2、3、4、5、
6、7、8、10、左1、決定。最後は、精霊石を選択して、龍姉の打撃を食らい、アイテムカウンターでとどめです。龍姉は女なので、アイテムカウンターでカンストダメージを与えられます。やっぱりメスってクソだわ。アイテムカウンターを使えるのは、初期装備で精霊石を装備している、ホモの特権です。やっぱりホモがナンバーワン。これで本チャートの状況再現はおしまい。ようやく一安心といったところです。ビーグスビーグ。これ以降は、再現ズレを気にする必要がないので、自由に技を使えるようになります。龍姉を撃破したことで、双龍の最強術、龍神降臨が解禁されます。龍神降臨は、次回のフォルネウス戦で、早速活躍してくれます。最後はホモが穴を塞いで、工事完了です。やったぜ。次は、フォルネウスと戦うために、まずイルカ像を取りに行きます。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。君と穴を塞ぎ合う RPA、第7部、始まるよ。今回は、財宝の洞窟でイルカ像を回収するところからです。早速ですが加速。新作のために、道中の宝箱から、仕込み杖と、戦王ラム2つを回収しておきます。うん、美味しい。ここのカエル嫌い。奥のイルカ像を調べると、三すくみと戦闘になります。三人はどういう集まりなんだっけ？こいつらは耐性がガバガバなので、ティーリンと妖精が影脱いでマヒを、ハリードが足払いでスタンを、ハーマンが次元弾で即死を狙います。ホモには剣レベルアップ狙いで、剣の素振りでもさせておけば OK です。三すくみは、三体揃っている間は、お互いが警戒し合って攻撃してきません。ほんとなんで一緒に出てきたんですかね。麻痺やスタン状態の敵には、次元弾が必中となります。ティーリンが影縫いを外したので、カエルだけが残ってしまいました。かえ、やめたらこの仕事を。敵が残ってしまった場合は、次ターンにタッチゴールドで始末します。ええやん。やっぱ、中野くんの、余裕最高やな。三すくみに勝利したら、イルカ像を忘れずに回収して、脱出します。ここでイルカ像を回収し忘れて、泣きを見たアニキたち、結構いるみたいっすよ。嘘だぞ、お前。笑っちゃうよ。次は現状で、ホモ、ハーマン、ティーリン、ハリードの4人に、シャドウサーバントを購入します。まずは道具屋で、倉庫から引き出したアイテムを売却して、手持ちを1万円にします。よし。以前もお話しした通り、東方には銀行がなく、そもそもホモは銀行を使う権利がないので、ここでの資金調達は、アイテムの売却しかありません。なので、道具屋と術屋を往復して、一人ずつシャドウサーバントを覚えさせていきます。あとは指輪転がしで揃えたいストックと、先ほど入手した仕込み杖。そして、手持ちの適当なアイテムを売却すれば、残りのシャドウサーバント代を確保できます。特に見どころもないので加速。なお、売却用アイテムは、再現失敗時の、術の買い直しなどのアクシデントに備えて、少しだけ多めに用意してあります。少し時間がかかっても、足りなくなるよりはマシだからね。しょうがないね。これで OK。4人全員に、シャドウサーバントを覚えさせたら、次は店を出て出るんじゃなかった。酒場の店主に話しかけて、ティーリンと詩人を外します。ここで二人外すのは、この後のフォルネウス戦の助っ人枠を確保するためです。また、フォルネウス戦では、全員龍神降臨を使うため、せっかく上げた百個レベルをリセットしないよう、ここの離脱キャラはティーリンにしておきます。また、詩人は普段。と言って、別れてくれませんが、一緒に四魔貴族を倒した後に限り、文句を言わずに別れてくれます。高級傷薬を売却して、この後の宿代を確保しておきます。
なお、店の利用はこれが最後となります。ここで、ババアを再び仲間にします。このババアこそが、フォルネウス戦における強力な助っ人です。エビだと思った？違います。そもそもエビは、玄武術以外の知術を使えないのでダメです。ランスの宿屋に泊まって、全員の技ポイントと術ポイントを回復しておきます。流寧戦は共闘の場合、他の四魔貴族と異なり、戦闘後の全回復がありません。また、ババアは魔王の鎧戦で消費した術ポイントが減ったままなので、回復が必要になります。ここで、全員に竜神降臨を覚えさせます。竜神降臨は、竜寧を倒すことで解禁される、双竜の最強術です。これがあるのとないのとでは、フォルネウス戦の勝率がまるで変わってきます。最初に竜寧を倒しておいたのは、ここでこの術を使うために他なりません。フォルネウスと戦う準備ができたので、早速ヴァンガードを動かしに行きます。コントロールルームに着くまで加速。なお、共闘竜寧戦と、最後の四魔貴族以外は、負けてもゲームオーバーになりませんが、こちらには、ハーマンや妖精といった、低 LP のキャラがおり、負けた場合は、LP0 のキャラがロストするので、負けることはまず許されません。コントロールルームに着いたら、まず忘れずにいる稼働をセットします。これを忘れるようでは、RTA プレイヤー失格です。ヴァンガード発信イベントは、ロマサガ 3RTA で、数少ないトイレタイムです。3時間の間に、たまりにたまったいろいろなものを、このタイミングで放出しておきます。なお、3時間も我慢できないよ、という、頻尿改弁兄貴や姉貴たちは、RTA を始める前に、ペットボトルやおむつを用意しておくと安心です。まだ反応来ない。いや、出ますよ。こっち出すんだったら出したんですか。今回は、無事、時間内に完遂できました。やったぜ。まずはいつも通り、最果ての島へ行きます。特に見どころもないので加速。最果ての島に着いたら、海底宮の場所を教えてくれるエビに話しかけます。こいつじゃなかった、こいつだった。ちょっと見分けつかなさすぎんよ。場所を聞けたら帰ります。再び加速。早速海底宮に乗り込みます。おなじみのサブマリンモード。住民、知らんな。海底宮が見つかるまで元ついてくれ。おら、特に話すこともないので海底宮も倍速で行きます。ここは端っこを通れば、石像が動き出しません。なんで等速にする必要なんかあるんですか。ここ地味に避けづらくて嫌い。で、道を塞がれた。クソが、クソ悪い。逃げ。とりあえず、一刻も早くここか。確定に連続炎火、ほんとひで。逃げ。お願い。許して、許して。よし、抜けた。すっごい集まってきてる。やだ、やだ、やだ、もう、無理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 、やだ。あ、いけたわ。ふん、雑魚か。まあ、こんなものだろう。
だからなんで等速にする必要なんかあるんですか。こんなの避けられるわけないだろ。いい加減にしろ。逃げ。ここは一旦引いてから魚系をこちら側におびき寄せて突破。ここはマップが繋がっているため運が悪いとさっきのように通路上に魚がいたりします。おー怖い怖い。最深部に到着しました。四魔貴族2体目ボルネウスです。状況再現は前回の竜明戦が最後なのでここはもちろんガチ勝負です。1ターン目は全員友人降臨を使用します。ボルネウス戦は1ターン目が最も危険です。敵の攻撃でやられてしまう前に友人降臨を使えるかどうかで勝負が決まります。まずは素早さナンバーワンの妖精が先制。友人降臨を発動できればひとまず安心です。ボルネウスの1回目の行動は詰めかける2デレ行動です。いいぞこれ。続いてハリードが友人降臨。ちなみにボルネウスの攻撃で危険なのは縦一列攻撃でスタン効果持ちの撃や全体攻撃で気絶効果持ちのメールストロームなどです。来るなよ絶対来るなよ。これでホモも OK。 よしババアが敵の2回目の攻撃より先に動いてくれました。ここまで来ればもう安全圏です。敵の2回目の行動は落雷。勝ったな。無事全員生存で1ターン目を終えることができました。ここまで来れば相当ビーム兄貴しない限り負けることはありません。今回は大丈夫でしたがもし気絶者が出てしまった場合は小物パワーヒールやシャッタースタッフで回復します。編集していて気づいたんですがここはホモ以外にムーンシャインを覚えさせておけばさらに安定しそうですね。チャートに書き加えておきましょう。2ターン目は妖精がプラズマショット。妖精以外はシャドウサーバントを唱えます。シャドウサーバントはヨダメが2倍になり物理攻撃を肩代わりしてくれる優秀な術です。来ました。ボルネウスのお箱メールストロームです。気絶の追加効果がありますが友人降臨で気絶耐性がつくため倒れることはありません。ただし気絶効果が発生した場合は画面上には表示されませんが LP が2減ります。ハーマンは先ほど気絶効果が発生していたのですでに残り LP は2です。ハーマンと妖精は LP が少ないためすぐに LP が尽きてしまいますがそれでも友人降臨を使わないとすぐに気絶してしまうため致し方ありません。3ターン目はホモとハリードが分身剣、ハーマンが抜刀ツバメ返し、妖精がプラズマショット、ババアがトルネードで攻撃します。ボルネウスの攻撃のうち爪、角、踏みつけ、お撃、ファングクラッシュ、毒針、ぶちかましはシャドウサーバントで回避できます。これらの攻撃を受けてシャドウサーバントが剥がされた場合は次のターンにかけ直します。友人降臨の効果で消費技ポイント10ポイントがゼロになっているためかけ直しは何度でもできます。ちなみにボルネウス戦におけるメイン火力はババアの影付きトルネードです。安定したダメージに加えそういう絵の地層変化によりボルネウスの地層回復を妨げることができます。ここでハーマンの影付きツバメ返し。ハーマンは基本的に短命ですが死ぬ前にこれさえ使ってくれれば万々歳です。強い。よしもう死んでいいぞ。以降は影が消えたキャラはかけ直しそれ以外は攻撃これを続ければ OK です。少し加速。なお、コモが友人降臨を発動した時点で、この戦闘は、勝利かゲームオーバーしかありません。なぜなら、全力を攻撃、コモの LP でローイにするからです。じゃけん、死ぬ気で勝ちましょうねー。ハーマンが死亡。意外と長く持ったな。
あ、4巻続戦で仲間の LP がゼロになっても、勝利すれば復活するので、問題ありません。勝てばよかろうなのだ。縦一列攻撃能撃は、フリーファイトだと、全員被弾してしまいます。ここで妖精も死亡。捕撃は物理攻撃であり、シャドウサーバントが剥がされるため、非常に厄介です。全員の影が消えてしまいましたが、敵の HP も残りわずかなので、ここはかけ直さず特攻します。加速。無事、撃破しました。フォルネウス戦を突破できる確率は、このチャートで負けたことがないのでよくわかりませんが、多分9割ぐらいだと思います。もし、友人降臨を覚えていなければ、2割程度といったところでしょう。やっぱり友人降臨は最高や。これ以降もう出番ないけど。フォルネウスを倒すと、ハーマンがブラックに変化し、多少マシになります。そう。そんなことより、これで念願の、クイックタイムが解禁されました。クイックタイムは、分身技チャートで、必須とも言える術です。やったぜ。フォルネウスを倒したら、大陸へ戻って、第3回稼ぎを始めます。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ついに分身技が牙を剥く RTA、第8部、始まるよ。今回で、残り2つのアビスゲートを、まとめて片付けてしまいます。が、まずはその前に、ラストバトルへ向けて、最後の稼ぎを行います。ババアはもういらないので、ここで別れておきます。ばあさんは用事に。じゃあの。ババアを外したら、ムング族の村へ行きます。加速。前回、フォルネウスと戦うために一時離脱させたティーリンを、回収します。ティーリンを回収したら、ランスへ。前回解禁されたクイックタイムを、早速ティーリン以外の全員に覚えさせます。よし。これで準備は完了です。早速、最後の狩猟をしに行きます。狩猟するぞ、狩猟するぞ、狩猟するぞ。徹底的に狩猟するぞ。ボードの依頼を受けて、再び倉庫へ行きます。今回の稼ぎの目標は、全員のメイン武器の技能レベルを30以上にすることです。第2回稼ぎでお世話になった、ロアリングナイト先生の上昇レベルは25しかないため、それだけで技能レベルを30にするには、時間がかかりすぎてしまいます。そこで、第3回稼ぎでは、ひらめき道場でもお世話になった、ロウコの司会予先生を利用します。司会予大先生の上昇レベルは31なので、あの骨よりずっと技能レベルが上がりやすいです。先生が2体以上の編成で出現した場合は、クイックタイムを利用します。まずは素早さが最も高い妖精が、先生クイックタイム。これで敵の攻撃を封じられます。あとは、ティーリンが影縫い、ホモが剣の素振り、ハリードがトリー、ブラックが次元弾で OK です。クイックタイムを使用したターンは、次元弾が必ず命中します。これで、敵が2体以上の編成でも、安全に狩ることができます。第3回稼ぎを、フォルネウス戦の後に持ってきたのは、これを利用するためでした。視界読み満のランクの敵は、まずアジなので相手にしません。二度と出るなよ。ペッ。出ました。今度は一体です。一体で出てきた場合は、10ポイントがもったいないので、クイックタイムは使いません。代わりに、妖精とティーリンが、影縫いで先生を麻痺させます。これで OK。麻痺でも即死でも、何でも効いてしまうところが、司会予先生のいいところです。最後はブラックの次元弾でとどめ。
麻痺状態の場合も、次元弾が必中になります。全員がメイン武器を使用しているので、全員に技能レベルアップのチャンスがあります。これが、先生一体の時の借り方です。ここを往復して、ブラックの技ポイントが尽きるまで、借り続けます。視界を先生がいますが、お供のカーペンターが即死耐性持ちなので、ここは退却します。カーペンター以外にも、デスシャークや、ガストも、即死耐性を持っています。次元弾が効かないので、こいつらが含まれている編成とは、戦わないようにします。影縫いを使っていると、派生技の挑発打ちや、影殺しをひらめくことがあります。影縫いは校長の連戦でも使うので、大事な場面で別の技をひらめいてしまわないよう、ここで派生技を潰しておけるとラッキーです。こんな感じで、視界を先生を買っていきます。時間がかかるので加速。クイックタイムは、10ポイントをすべて消費するので、使用回数は、術を覚えている人数と同じ、4回までです。4人ともクイックタイムを使い終わった後は、2体以上の編成は無視して、1体のみを買っていきます。ブラックの技ポイントが切れたら、ユーステルムの宿屋へ戻って回復します。これで全員の10ポイントも回復するので、2体以上の狩りも再開できます。ん？あら、いらっしゃい。お宅じゃないですか。トリトーン先生の上昇レベルは、視界を先生を超える、34。しかも、本人もお供のミクサーも即死耐性がないときたら、これは儲かるしかありません。あー、美味しそう。美味しそう。待ちきれないよ。早く出してくれ。さてさて。おお。この、ハリード、ヒーリンの技能レベルがアップ。本当に美味しかったね、今日ね。また来てくださいね。なお、今回の目標である、技能レベル30は、若干稼ぎすぎな気がしないでもないですが、ここまで来てゲームオーバーになるのは嫌なので、タイムよりも安定をとっています。もし今後、このチャートで記録更新を狙おうとする兄貴がいるならば、多分、ここの稼ぎを減らすのが、一番効果的だと思います。ハリードの剣レベルがアップ。これにて、全員目標達成です。念のため、現在の HP も確認しておきましょう。戦闘中のコマンド選択時に、X ボタンを押せば、HP を確認できます。HP は、600以上あれば十分です。妖精が若干低めでしたが、まあなんとかなるでしょう。稼ぎを終えたら、ユーステルムへ戻ります。少し加速。もう用事は済ませたので、今日このガイド役の、ボードを外します。ボードを外したラピドナへ。稼ぎで消費した、技ポイント、術ポイントを回復するため、宿屋に泊まります。ここで、約3時間20分ぶりに、トーマスを加えます。トーマスは前と同じ部屋にいます。そっちじゃないよ。お邪魔しました。これはな、誰でもそうなるんや。気を取り直して、トーマスを仲間にします。トーマスを加えたら、早速アウナスを倒しに、果実要塞へ向かいます。ちなみに、トーマスを連れてきたのは、彼の増幅レベルが狙いです。トーマスは増幅レベルにパーティー外成長の上昇フラグを持つ、貴重なキャラであり、お供レベルをマックスにしたことで、現在の増幅レベルは9になっています。増幅レベルが高いキャラを控えに置くと、パーティー全体のよだめを増幅してくれます。ここで、獣人系シンボルに接触します。こいつは、アウナス術用とショック2体の固定編成です。1ターン目は、ホモガクイックタイム、ハリードがショック2体に足払い、妖精が術用に影縫い。そして、ブラックのウォークライト、ヒーリンのベルセルクで、ブラックの腕力を上昇させます。ウォークライの腕力上昇量は、おのレベルに依存しており、レベル30の場合は、1回で13上がります。
同様に、ベルセルクの上昇量は、やっこレベル依存であり、レベル20のヒーリングは、10に上げられます。上昇させた能力値は、ターンエンド時に、上昇分の4分の1が減少します。2ターン目は、コモとハリードが、分身剣でショックを1体ずつ撃破。妖精は、影縫いで術用に麻痺を重ねがけ。ブラックとヒーリングは先ほどと同様、ブラックの腕力を上昇させていきます。クイックタイムの先制効果で、2ターン目は、こちらが必ず先制できます。なお、先制効果中の味方の行動順は、素早さや、ファストトリック、ディレイアクションに関係なく、必ず陣形の並び順になります。なお、味方の並び順は、前回ハーマンがブラックに変化した影響で、ホモ、ハーマン、ヒーリン、ハリード、妖精から、ホモ、ハリード、妖精、ブラック、ヒーリンに変更されています。3ターン目、4ターン目も、術用が麻痺している間に、ブラックの腕力を上昇させていきます。もうわかりだと思いますが、この戦闘の目的は、分身技のための、高参照値の取得です。流明戦で説明した通り、分身技のダメージは、直前行動の参照値に依存しています。そして、この特性は、戦闘を挟んでも継続されます。つまり、ここでブラックの腕力を上げまくってから、最後にブラックが腕力依存の技で、敵にとどめを刺せば、次戦にブラックの腕力を、参照値として持ち越せるわけです。5ターン目は、ヒーリンがブラックにベルセルク、ブラックが居合抜きを使用します。居合抜きは、腕力依存の技です。そして、ディレイアクションであるため、必ずベルセルクで腕力を上げてから発動できます。これで、ブラックの腕力、81を持ち越すことができました。もっと時間をかければ、カンストまで上げることも可能ですが、ここはこれで十分です。以降は公共の連戦まで、敵や味方に能力値依存の行動を取らせないようにして、この参照値を維持していきます。この戦闘は、後ろにいるトリオメイジャンさえ倒せば、勝利となります。ここは妖精の先制連射で一撃です。強い。もうお金は必要ないので、道中の宝箱は、すべて無視して進みます。パイロヒドラは、トリオメイジャンよりも HP がありますが、まだクイックタイムを使う必要はありません。まずは妖精が連射で攻撃。次にホモかハリードが、分身剣で攻撃すれば撃破できます。やはりやばい。分身剣は、剣レベルが10上がるごとに、攻撃回数が増えるため、ホモとハリードは、剣レベルが30になったことで、劇的に強くなっています。この調子でどんどん行きましょう。四魔貴族三体目、魔炎鏡はウナスです。行くぞ！さすがにアウナスは、先制だけでは倒せないため、クイックタイムで動きを封じます。まずは、妖精が先制して、クイックタイムを発動。クイックタイムは、能力値に依存しない術なので、参照値が崩れることはありません。他の4人は、各自の分身技で攻撃していきます。アウナスは、常時セルフバーニングをまとっていますが、分身技はどれも反撃の対象にならないので、関係ありません。撃破しました。分身技チャートは、参照値を得てからの、怒涛の攻めが気持ちいいですね。最後はいつも通り、ホモが穴を直接いじって、工事完了です。アウナスを倒したら、その足で魔王殿に殴り込みに行きます。
3度目だし、加速したままでいいよね。最初の方で開通しておいた、ショートカットを使います。最後なので、サラと少年がいます。アラテス戦ですが、特に見どころもないのでこのまま流します。1ターン目に、妖精がクイックタイム、他4人が分身技。2ターン目はクイックタイムの先制効果があるので、全員分身技で確実に倒せます。はい、終わりました。楽勝でしたね。最後のアビスゲートなので、戦闘後にイベントが発生します。ここでパーティー人数が5人以下だと、少年が仲間になりますが、現在はフルメンバーなので関係ありません。なんと、東方に、もう一つアビスゲートが残っていたようです。というわけで、いざ、東方へ。それほど親しくないサラを助けに、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。加熱した戦闘は、ついに危険な領域へと突入する RTA、第9部、始まるよ。今回は、公共の連戦を攻略します。準備は前回すべて終えているので、そのまま公共に突入します。実は、これから始まる公共連戦こそが、この RTA の最難関ポイントです。通常の分身技チャートなら、クイックタイムで敵の攻撃を封じつつ、すべての戦闘で、降参承知の分身技を連発するだけの、簡単なお仕事ですが、今回の RTA では、セレクト禁止により、アイテムで術ポイントを回復することができないため、道中で使用できる、クイックタイムの回数が、限られてきます。今回の場合、クイックタイムを覚えているのは4人なので、合計で4回までです。この回数制限により、最後まで降参承知を維持することが、不可能になります。また、同様に技ポイントも回復することができないため、残り技ポイントにも気を使わなければなりません。その結果、公共連戦の難易度が、格段に跳ね上がります。というわけで、気を引き締めて。行くぞ!ここのマスコンバットは、ご存知の通り、結果がこの後の展開に、全く影響しません。わざと負けるだけなので、頑張る要素は皆無です。ここは攻撃の端を選択しておけば、一気に全滅して時間短縮できることがあります。対象が生きているうちは退却できないので、まずは交代させます。おい、待て。ちょい。そうだよ。わかる?突っ込め。突っ込めって言ってんの。ね?突っ込めって言ってんだよ!死ぬ。同時全滅は無理だったか。大将が死んだので、全軍退却。ふざけんな!やめろ、バカ!悪質な遅延行為。早く退却、退却。間違えて全軍突撃選んじゃった。ああ、めちゃくちゃだよ。そしてこのタイミングで戦況報告。どうしなくていいから。結局退却する間もなく全滅。こうして、ヤンファンの陽動作戦は、クソ味噌な結果に、終わったのだった。どうしてこうなった?落ち込んだりもしたけれど、私は元気です。過ぎたことを悔やんでもしょうがないので、切り替えていきましょう。公共1戦目のアカルーラーは、前回から維持されている降参承知を利用します。まずは妖精が、先制クイックタイムで、アカルーラーの動きを封じます。その後、トモ、ハリード、ディーリンが分身技で攻撃していきます。ドラゴンルーラーの HP は、前半1万、後半1万で、2つに分かれており、前半で1万を超えるダメージを与えても、後半には繰り越されません。今のティーリンの連射で、後半に移行しました。残り HP1 万です。
2ターン目は、クイックタイムの先制効果が残っているため、妖精、ブラック、ジーリンの3人で倒しきれます。なお、技を使用するキャラを分けているのは、残り技ポイントを考慮してのことです。ホモ、ハリーと、ブラックに比べて、妖精とジーリンは技ポイントに余裕があるため、極力、この2人に技ポイントを使わせます。スマウグは当然、不要だ。だって装備できないし、アカルーラーに行動させなかったので、まだ3勝機は生きています。クイックタイムの使用回数は、残り3回。これで残り7戦を切り抜けなければなりません。公共2戦目は、ナイトフラワーです。この戦闘も、まだ維持されている降参勝機を利用します。1ターン目は、ブラック以外の4人が、分身技で攻撃します。敵に行動される前に、できるだけダメージを稼いでおきます。ここで敵の攻撃。これで3勝機は崩れてしまいましたが、2人先制できていれば、このターンで倒しきれます。なお、ブラックの防御は、ソウルフリーズに備えてです。公共連戦は、最初と最後以外退却が可能なので、全滅しそうな時は、仕切り直しもありです。ナイトフラワーには即死や石化が有効なので、仕切り直した時は次元弾やタッチゴールドで撃破します。3戦目は、メブーサと、バジリスク2体です。こいつらは全員即死が有効なので、ブラックの次元弾で撃破を狙います。また、麻痺も有効なので、妖精とティーリンが影抜いて、メブーサを麻痺させます。麻痺している敵には、次元弾が必中となります。ホモとハリードは、技ポイント温存と、全滅防止のため、防御させておきます。1体だけ残りましたね。バジリスクが1体残った場合は、バットをつばめ返しで、確実に撃破しておきます。影抜いで動きを封じておけば、さらに安心です。こいつらは、縦一列攻撃で、スタン効果持ちの、お撃を使うことがあるため、油断は禁物です。4戦目は、剣心5体です。中央のやつだけ、HP が2倍になっています。全体攻撃で浮遊特攻の、熱風剣が危険です。特に妖精は、飢えているので一発 KO もあり得ます。剣心にはスタンが有効なので、妖精の先制足払いで、なんとか残った。この戦闘は特に危険なため、主にクイックタイムを使わせます。これで勝利確定です。ハリードは全力を、分身剣で攻撃し、HP を削ります。ジーリンは、プラズマショットで攻撃を攻撃、ギリギリ撃破可能です。ブラックは、バットをつばめ返しで全滅中央を攻撃。中央は HP2 倍ですが、難なく撃破できます。ホモの10ポイントは26なので、2ターン目はクイックタイムの先制効果で、こちらが必ず先制できます。敵に行動させると危険なので、このターンで仕留め切ります。まずはホモが、前列上を分身剣で攻撃。先ほど HP を削っておいたので、撃破できます。次に妖精が、プラズマショットで前列下を攻撃。さらに、狩り残しがないよう、ブラックがブレードロールで複数体を攻撃します。最後は、ヒーリンが、残りの1体をプラズマショットで撃破して、工事完了です。これで残り4戦です。この調子でどんどん行きましょう。なお、先ほどの戦闘で、クイックタイムを温存しているのは、ハリードとブラックの2人だけになりました。5戦目は、マンキスボットです。即死も石化も効かないので、普通に HP を削って倒すしかありません。1ターン目は、妖精とティーリンがプラズマショット、ブラックがバットをつばめ返しで攻撃し、ホモとハリードは防御しておきます。マンティスウォットの攻撃で危険なのは、全体大ダメージの、ファイナルストライクや熱風剣などです。連続で全体技を使われると、全滅の危険があるため、1ターン目にこれらの技を食らったら、退却した方が無難です。2ターン目は、ホモが分身剣、ブラックがデッドリースピン、弓二人がプラズマショットで OK です。ちなみに、マンティスウォットにはスタンが効くため、足払いが有効です。それにもかかわらず、なぜハリードに足払いを使わせなかったのかというと、それは、謎です。
本当なんで使わせなかったんだろう。これがわからない。まあ勝てたからいっか。6戦目は、ドラゴンゾンビ、カッコ緑、3体です。こいつらは HP が高く、アンデッドのため即死も効きません。その代わり、石化が有効なので、タッチゴールドを使って撃破していきます。また、スタンも有効なので、足払いで足止めすることができます。1ターン目は、ホモガ防御、妖精とハリードが足払い、ティーリンがタッチゴールド。ブラックが、タッチゴールドの対象以外に、バットをツバメ返しを使用します。足払いでスタンさせた敵には、タッチゴールドが 100% 決まります。ベルセルクによる降参承知取得のために、一人だけ覚えさせておいた玉子術ですが、ここでもこんな形で役に立ってくれました。ティーリンは稼ぎで10ポイントを30まで上げているため、タッチゴールドを5回まで使用できます。2ターン目も、妖精とハリードの足払いでスタンさせ、ティーリンの石化で刈り取ります。ドラゴンゾンビは縦一列に並んでいるため、足払いが全員に届くのもいい感じです。ブラックは追撃のデッドリースピンで、さらにダメージを加速させます。さて、残り1体ですが、ここまでにバットをツバメ返しと、デッドリースピンで HP を削っておけば、あとは妖精の先制プラズマショットで撃破できます。よし。今回は大丈夫でしたが、ドラゴンゾンビも、お撃や猛毒ガスといった、危険な攻撃をしてくるため、ヤバくなった時は逃げ安定です。タッチゴールドは5回まで使えるので、1、2回の仕切り直しならなんとかなります。これで残りは2戦です。なお、本チャートでは、最後の1戦まで温存しておかなければならない、最低限の技ポイントがあり、それぞれ右枠の通りになっています。7戦目は、ケルベロス2体です。こいつは、即死、石化、麻痺、スタン、何でも効いてしまう種壺野郎です。どうしてやがるな。今回はブラックの技ポイントに余裕があるので、影縫いと次元弾の合わせ技で行くことにしました。また1体残ったか。ちなみに、ケルベロスは浮いているため、足払いは効きません。わざわざ単体の影縫いを使っているのは、それが理由です。1ターン撃破はできませんでしたが、2ターン目に麻痺を持ち越せました。さあ、病院に変えたやつの始まりや。ティーリンの10ポイントが残っていたので、ここはタッチゴールドで片付けます。オッケー。温存の甲斐あって、各キャラとも最低限の技ポイントを確保できています。いよいよ残り1戦ですが、実は最後の1戦こそが公共連戦で最も危険な戦闘です。しかも、最後は退却不可なので、ヤバくなっても仕切り直しはできません。つまり、すでにプレイ開始から4時間経過しているこのタイミングで、運ゲーを強いられるわけです。ああ、もうしっこ出ちゃいそう。ここまでハリードとブラックのクイックタイムを温存していたのも、すべてはこの戦闘のためです。8戦目、アビスナーガです。1ターン目は、ホモが分身剣、ハリードがクイックタイム、妖精とティーリンがプラズマショット、ブラックがシャドウサーバントを使用します。アビスナーガに動かれる前に、ハリードがクイックタイムを発動できるか否かが、勝負の分かれ目になります。何よ、お前。お前、何だよ。お前、何やってんだよ。妖精がやられてしまいましたが、これぐらいならまだ大丈夫です。何しろよ。よし、クイックタイム発動。ちょっと遅かったんじゃない？まあまあええわ。先制クイックタイムは失敗しましたが、これぐらいの被害なら問題ありません。なお、ヤバいパターンは、クイックタイムが発動する前に、ハリードやブラックがやられてしまったり、お撃でハリードが、スタンしてしまった場合などです。その時は、ここまで温存してきた、ホモのシャッタースタッフの使いどころです。なんとか1ターン目をしのいだら、2ターン目は、ホモとハリードが分身剣、ブラックがクイックタイム、ティーリンがプラズマショットを使用します。2ターン目は、ハリードのクイックタイムの先制効果があるので、ブラックのクイックタイムは必ず先制発動できます。このように、各キャラの10ポイントが16以上あれば、最初のクイックタイム以降は先制効果により、
確実にクイックタイムをつなげて一方的に攻撃することができます。なお、ブラックの残り10ポイントは38だったので、先制効果は今後2ターン続きます。3ターン目は、ホモとハリードが分身剣、ブラックがバットをツバメ返し、ヒーリンがプラズマショットを使用します。影付きツバメ返しが非常に強力なので、このターンで倒しきれるはずです。先制効果中は、並び順に行動していくため、ディレイアクションのツバメ返しも、このタイミングで発動します。強い。これにて、公共連戦終了です。ちなみに、アビスナーガマで妖精のクイックタイムを温存しておけば、最後安全に突破可能です。しかし、その場合は、最初のアカルーラーが安定しません。アビスナーガとアカルーラー、先制されると、どっちが辛い？当然、三小地が崩れるアカルーラーの方が辛いので、妖精は最初に回すことになります。妖精以外が安定して先制できないのは、ホモ最大の弱点と言えます。もしエレンが主人公なら、カリウドプラス混合で、素早さが23となり、先制要因として使えるため、アビスナーガ戦もかなり安定します。まあこればっかりは、あ、ここで少年が加入するため、誰か一人を置いていかなければならないのですが、ここは当然トーマスを置いていきます。頼むわよな。さて、いよいよ残すは、神魔貴族と、ラスボ。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。最後の最後でまた運ゲーを強いられる RTA、大丈夫、始まるよ。アビスに突入したら、まずは性の力で全回復します。このままラスボスに挑んでも勝てないので、まずは神魔貴族を一体倒して、弱体化させます。撃破する神魔貴族は、アラケスです。アラケスに挑む前に、ここの雲で降参招致を仕込んでおきます。高ランクのお友がいると厄介なので、雲だけの編成を狙います。1ターン目から9ターン目まで、ウォークライトベルセルクで、ブラックの腕力を上げていきます。なお、雲は1体だけ残しておけばいいので、邪魔な雲は1ターン目に始末しておき、残りの1体は、影縫いで動きを封じておきます。時間がかかるので、10ターン目まで加速します。ヒーリンの別個術を残しておいたのは、ここで再び降参招致を取得するためでした。また、第2回稼ぎで、ヒーリンの10ポイントを30にしておいたのも、ここで消費10ポイント3のベルセルクを、10回使用することになるからでした。10ターン目は、ヒーリンがブラックにベルセルク、ブラックが居合抜きを使用します。居合抜きはディレイアクションなので、必ずベルセルクで腕力を上げた後に発動できます。これで分身技の3小機が、カンストの99になりました。ラストバトルはギリギリの勝負になる可能性があるので、3小機を限界まで上げておきます。仕込みが終わったら、早速アラケスを倒しに向かいます。このガチホモっぽいのが、新アラケスです。1ターン目は、妖精が先制クイックタイム、他4人が各自の分身技で攻撃します。あとはいつも通り、先制効果でクイックタイムをつなげて、一方的にボコるだけの簡単なお仕事です。なお、神魔貴族は、お供レベルに応じて HP が上昇する敵であるため、お供レベルをマックスにしたことで、無駄に HP が高くなってしまっています。それでも、三小機99の分身技が強すぎるため、シャドウサーバントを使うまでもありません。2ターン目にブラックがクイックタイムを使用すれば、3ターン目の先制効果中に、HP を削り切れます。あとは特に見どころもありませんが、BGM がここでしか聞けないので、加速はしないでおきます。ちなみに、撃破する神魔貴族をアラケスにした理由ですが、まず、ユーネイとアウナスは、ファストトリック技を持っているため、1ターン目にこれらの技を使われると、三小地が崩れて負けてしまうため、論外です。残る魔貴族は、ホルネウスとアラケスですが、ホルネウスは HP が高く、倒すのに時間がかかるということで、犠牲者はアラケスとなりました。なお、神魔貴族は1体でも撃破しておけば、ラスボスを弱体化できるため、倒すのはアラケスだけで十分です。
すいません、君の下ですけど、まだ時間かかりそうですかね。撃破しました。怖すぎなんだよ、待って。アラケスを倒したら、戻って聖の力で回復します。加速。あー、生き返るわー。技ポイント、10ポイントを回復したら、いよいよラストバトルです。陣形、装備をチェックするぞ、と言われますが、チェックするとここまでの苦労が水の泡となりますので、騙されてはいけません。そんなことしたらパパに怒られちゃうだろ。さて、ラスボスの破壊するものですが、実は勝ち確ではありません。とは言っても、こちらも負けないように十分修行をしてきたので、ボルネウス戦同様、よほどビームは2機しない限り負けることはありません。1ターン目は、妖精がクイックタイム、他4人がシャドウサーバントを唱えます。第1形態は素早さが低いので、ここは確実に妖精が先制してくれます。が、ハリードでもほぼ確実に先制してくれるため、ここは素早さの高い妖精を温存しておいた方が、勝率が上がるのかもしれません。要検証です。さて、この動画をご覧になっている方なら、ほとんどご存知かとは思いますが、一応、破壊するものの仕様について説明しておきます。こいつは通常形態と闇の翼形態で、HP を共有しており、これをゼロにすれば勝利です。HP は7500ですが、実ダメージは表示の10分の1となるため、実質 HP は75000以上となります。ターンエンド時にトータルエクリプスが発動すると、ジューマの翼や闇の翼に形態変化しますが、1ターン目にトータルエクリプスが発動することはありません。2ターン目は、友がクイックタイム、他4人が各自の分身技で攻撃します。前ターンのクイックタイムの先制効果があるため、ここは確実に先制可能です。なお、このターンの最後にトータルエクリプスが発動するか否かが、勝負の分かれ目となります。発動率は約 15% と低めですが、もし発動してしまうと、負ける可能性が出てきます。破壊するものは、通常形態にも、1から4の形態を持っており、通常形態1、2の時にトータルエクリプスが発動すると、ジューマの翼、3、4の時に発動すると闇の翼になります。現在は通常形態1なので、ここでトータルエクリプスが発動すると、ジューマの翼になります。ジューマの翼は、本体と HP が独立しているため、倒すまで本体にダメージを与えられません。また、トータルエクリプスには、シャドウサーバントを打ち消す効果もあるため、早期にジューマの翼栄光されると、本体へのダメージ不足に陥ってしまいます。だから来ないでください、何でもしますから。へ、飛んだアマちゃんだぜ。無事にターン目のトータルエクリプスを免れたら、3ターン目はブラックがクイックタイム、他4人が分身技を使います。ここまで来れば、と安心といったところです。これ以降の展開で採用のパターンは、トータルエクリプスが発動する前に倒してしまうパターンであり、2番目にいいのは、最初のトータルエクリプスで、闇の翼に変化するパターンです。これらのパターンは、本体に無駄なくダメージを与えることができ、引いた時点で勝ち確です。ジューマの翼が1回だけ発動するパターンは、少々ロスイですが、勝敗的には安全圏です。ジューマ2回のパターンは、滅多にありませんが、これを引くと、負ける可能性がわずかに出てきます。ジューマ3回は、こちらの火力、敵の HP、形態変化の使用上、絶対にないのでご安心ください。ちなみに、本体の HP が1500以下になると、強制的に闇の翼に移行します。ただし、今回はいわゆる新破壊ではないので、この時に本体の HP が回復したりはせず、通常形態中に HP をゼロにできれば、そのまま撃破となります。と、ここでトータルエクリプスが発動。どっちだ？
て、ジューマの翼かよ。エメラルドのような端石が出てきたので、これは竜明形態です。ジューマの翼に移行したターンは、クイックタイムを使用せず、全員分身技で攻撃します。このターンは、ブラックのクイックタイムの先制効果があるので、全員が敵に先制できます。トータルエクリプスにより、全員のシャドウサーバントが打ち消されたため、こちらの火力が落ちていますが、敵に行動される前に、ジューマの翼の HP を削り切ることができます。これは最も HP の高い、フォルネウス形態でも同様です。ジューマの翼を撃破すると、本体の HP が500減少します。そして、ジューマの翼を撃破すると、そのターンの敵の行動はキャンセルされるため、分身技の参照値を維持することができます。次のターンは、ハリードがクイックタイム、他4人が分身技で攻撃します。ブラックのクイックタイムは、先制効果が2ターン続くため、ハリードのクイックタイムは必ず敵に先制できます。3ターン目のクイックタイム役をブラックにしたのは、敵がジューマの翼に変化するとしたら、3ターン目に来る確率が最も高いからです。なお、2ターン目にジューマの翼に変化された場合は、ジューマ撃破後のターンに、ハリードのクイックタイムが先制できるか否かで、勝負が決まります。と、ここでまたトータルエクリプスが発動。敵の残り HP 的に、闇の翼への強制変化かと思われますが、ジューマの翼と被った場合はジューマが優先されるため、ジューマの可能性は、普通に闇の翼でしたね。これにて勝利確定です。お疲れ様でした。ちなみに、強制変化か否かは、サラと少年のセリフ以外に、トータルエクリプス発動時の、キャラのポーズでも判別可能です。クイックタイムは全員使い果たしたので、このターンは全軍突撃します。例のごとく、ハリードのクイックタイムのおかげで、全員先制確定です。撃破しました。これにて、ロマサガさん、セレクトボタン禁止 RTA、挑戦達成です。今回はここまでです。エンディングに続きます。ここからはエンディングです。さて、恒例の、完走した感想ですが、です。特に、リセなし再現のところが疲れました。なんでこんなことしようと思ったんだろう。でもまあ、こうやってなんとか完走して、動画も無事終えることができて、よかったです、コナミカン。ちなみに、このチャートで最後まで通したのは、これを含めて2回であり、動画化にあたっては、この2つのうち、より面白かった方を採用しました。あ、タイムもこちらの方が早いので、ご安心ください。挑戦回数は、全部合わせて9回でした。最後まで通せなかった7回の内訳は、マスコンで負けた3敗、ボルカの兄貴に負けた1敗、間違えてセレクトをした1敗、録画ミスに気づいた1敗、飽きた1敗、といった感じです。試行回数が少なすぎるのでよくわかりませんが、しょうもない失敗さえしなければ、チャート自体の安定度は、それなりに高いと思われます。続いて、今後の更新案についてですが、まずはこちらをご覧ください。こちらは、ニューゲームから一度もメニューをいじらずに、パーティー人数を6人にしたデータです。当然、陣形はフリーファイトのままです。この例では主人公がカタリナですが、主人公は何でも構いません。この状態で、つぶあいくのトーナメントに出場します。すると、キャラの順番を並び替える画面になるので、主人公をセコンドの位置に配置します。トーナメントの戦闘は、全員退却で OK です。全員退却すると敗北扱いとなり、町の入り口に放り出されます。これで仕込みは完了です。あとは、何でもいいので敵とエンカウントしてみると。この通り、トーナメントの並び順が記憶されており、コマンダーモードになっています。
そして、コマンダーモードでは、戦闘中に陣形を変更することができます。この例では、フリーファイトからハンターシフトに変更しています。陣形を変更したら、退却しても OK です。コマンダーモード中に変更した陣形は、戦闘後も継続されます。この方法を用いれば、セレクトボタンを押さなくても、陣形を変更することが可能になります。ただし、この状態から再びトーナメントに参加して、主人公の位置を戻そうとしても、陣形がフリーファイトにリセットされてしまうため、この方法での陣形変更は、コマンダー限定です。よって、今回のような分身技チャートでは、この方法を利用することはできません。また、メンバーの加入、離脱があると、陣形と並び順がリセットされてしまいます。リセットされた並び順を戻すには、再びトーナメントに参加しなければならず、ロスになります。また、道中でずっとコマンダーモードを使い続けてきたとしても、ラストバトルでは直前に少年が離脱するため、いきなりファイターモードで戦う羽目になります。このように、トーナメントによる陣形変更技は万能ではなく、相応のデメリットもあります。しかし、ラストバトルのデメリットなしで、この技を最大限活用できる主人公が一人います。そうです、サラです。サラはもともと、ラストバトルをサラコマンダーと呼ばれる、特殊コマンダーで戦うことになるため、最後までコマンダーモードで戦うことができます。というわけで、この陣形変更技の発見によって、サラコマチャートが、セレクト禁止 RTA における最有力候補に、一気に躍り出ました。ただし、サラコマチャートでは、分身技チャートでは特に問題にならなかった、影魔貴族、アカルーラー、神魔貴族、破壊する者通常3、通常4形態などが壁となるため、一筋縄ではいかないようです。なお、サラコマチャートについては、先ほどの陣形変更技を発見したガチ勢が、すでに調査を始めているようなので、今後の更新に期待しましょう。私自身は、従来の分身技チャートに、リセなし再現を応用して、稼ぎを短縮するという、一発ネタを披露できて満足したことと、サラコマンダーについては専門外であることから、再走の予定はありません。お兄さん許して。今後の更新についての話は以上です。続いては、こちらも一問恒例である、キャラ紹介をしていきます。まずはホモ。ロードアーマーが重すぎて、先制要因として使えない、というデメリットもありましたが、精霊石による、幽霊戦のアイテムカウンターや、生命の杖による、万が一の時のリカバリーなど、それを上回るメリットがあったので、本チャートの主人公に抜擢しました。続いて妖精。脅威の素早さ25により、安定の先制要因として、分身技チャートの要とも言えるキャラです。ただでさえ高い技能レベル、技ポイントが、パーティー外成長でさらに底上げされるため、入れない理由がありません。続いてブラック。初期術ポイント持ちであり、東方攻略から前編を通して活躍してくれました。パーティー外成長で術ポイントが上昇するため、稼ぎなしでクイックタイムの先制効果を得られるのもありがたいです。また、分身技だけでなく、全体即死の次元弾や、降参承知取得のための棒くらい、そして、仕込み杖による抜刀つばめ返しなど、役立つ技を多数使用できるメリットがあります。続いてティーリン。初期弓レベルが高く、妖精について、技ポイントも潤沢にあるのが強みです。また、装備している弓が、攻撃力の高いあずさ弓であるのもポイント高いです。最後はハリード。初期加入扱いのキャラであるため、パーティー外成長で、技ポイントが上がらないデメリットがありますが、素早さがそこそこ高く、純先制要因として使えること、初期剣レベルがそこそこ高いこと、技能レベル30の場合、分身技の中では分身剣が一番強いことから、最終メンバーに入れました。続いては、本チャートでは惜しくも真の仲間になれなかった、分身技を使用可能な、他の候補を紹介します。まずはエレン。ヨーヨーを使用可能な、テオノを装備している、唯一のキャラです。初期加入扱いであること、素早さがあまり高くないこと、斧技役はブラックがいることから、誠に遺憾ながら、今回は採用を見送らせていただきました。マックスになりますが、エレン様の今後ますますのご活躍をお祈り申し上げます。続いてトーマス。狩人の弓で連射を使用できますが、エレンと同様、初期加入済み扱いであることと、ハリードほど素早さが高くないことから、採用を見送りました。
ただし、増幅レベルに上昇フラグがあることから、本チャートでは控え要因として活躍しました。続いてユリアン。先ほどとほぼ同分なので省略。続いてポール。長剣と長弓を装備しているため、分身剣と連射を使用できます。ただし、仲間にするには、野党相手に全滅しなければならず、セレクト縛りでは、ホモのロードアーマーを外せないため、かなりのロスになります。さらに、パーティー外成長による、技ポイント上昇を狙って、お供レベル稼ぎ後に初加入させようとすると、ホモの HP が上昇しているため、さらに全滅に時間がかかってしまいます。というわけで見送りました。続いてボード。意外かもしれませんが、こいつも分身技を使用可能なキャラです。やり方は、まず初期装備の粒アイハンダーの素振りから、無用の位をひらめき。次に、無用の位からの派生で、無頭取りをひらめき。その後、分身技を使用可能な武器を持っている敵とエンカウントして、無頭取りでその武器を奪った後、分身技をひらめけば OK です。ふざけんな！最後は、サラと少年。こいつらも分身技は使用可能ですが、ラストバトルに参加できないので論外です。分身技を使用可能なキャラは以上です。これにてキャラ紹介を終わります。話すことがなくなってしまったので、最後は皆様お待ちかねの上映会。ではなく、今回使用した再現炉を、ここで全て紹介しようと思います。まずは、骨先生から十文字斬りをひらめいた、最初の再現炉。ホモが十文字斬り以外の技をひらめいてしまうと、取り返しがつかないので失敗は許されません。縦再現があるので、難易度は星2つです。続いては、お供レベル稼ぎの、2戦目から20戦目の再現炉です。この再現は失敗してもリカバリーが可能なので、精神的には楽です。その反面、2段以上の縦再現が含まれているため、難易度は星3つです。続いては、司会予先生から、足払いと影縫いをひらめいた時の再現量です。司会予先生一体の出現パターンは、60分の21なので、再現量も21パターンで良いので楽です。B キャンセルと横再現しかないので、難易度は最低の星1つです。続いて、司会予先生から、ハーマンが、ウォークライ、ブレードロール、居合抜きをひらめく再現量。こちらも縦再現がないので、星1つです。なお、トリトーン先生のひらめき再現は、初期乱数が決まっているので再現量はありません。続いて、妖精が瞬速の矢、連射、広がるプラズマをひらめく再現量です。このあたりの再現量は、1ターン目の内容が同じなので、使い回しできて楽でした。続いて、ジーリンのひらめき再現量。そろそろ時間がなくなってきたので、巻きでいきます。こちらがホモのひらめき再現量。こちらがハリードのひらめき再現量。そしてこちらが、ハーマンが次元弾で先生を亡き者にした再現量です。最後は、京都竜霊戦の再現量です。コマンド入力を簡単にするため、途中で乱数を収束させることはせず、各パターンごとに、2ターン目から9ターン目まで、個別にコマンド入力を作りました。縦再現はありますが、すべて1段なので、難易度は星2つです。なお、今回の再現で使用したコマンドは、どれも比較的オーソドックスなものばかりなので、星4つ以上はありません。再現ありの RPA でなら、誰でも難なくできるレベルです。なお、私の独断と偏見によるコマンド難易度設定では、星4つが窓1段でノートゲー縦再現、星5つがターゲット変更再現といった感じです。以上で再現量の紹介を終わります。最後のロゴが表示されたところで、タイマーストップ。記録は、4時間46分29秒でした。では以上で、ロマサガさん、セレクトボタン禁止 RTA を終わります。長時間のご視聴、ありがとうございました。